あれ死んだかどうなってるどうなはい、三輪翔読者です。嘘でしょ。ジャンコです。はい、テッドです。お願いします。お願いします。お願いします。大丈夫か。大丈夫ですよ。全然血を吐いたようなことでしたけど瞬間ちょっと吐血してたんじゃない。喉がちょっと痛いでしょ。あ、そう。2021年5月24日雑談第350回の放送が始まりました。はい、こんばんは。この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の三輪翔チャンネルにて会員ゲートの公開収録という形を取らせていただいております。はい、オッケー。さあ、ということで5月、はい、5月の、初めての放送となっております。そうですよ。いかがお過ごしでしょうか。入ってしまいました、5月に。そうですね、入りました。いわゆる世の中的に言うゴールデンウィークの、まあ、ど真ん中、終わり際、どうなってんのこれ。終わりに差し掛かってる。いつかで終わらせてる、それとも、ああそうか、もう6-7いっちゃおうみたいな感じなの。いや、6-7いっちゃうでしょ。いっちゃうでしょうね。いっちゃう。明日で終わりだって。で、子供の日でやっぱ終わりなんだ。じゃあ5日で終わりだ。ああ、終わるんだね。終わりだって。中間ですね。悲しいな。まあね、そう考えるとそんなでもなかったのかな。まあみんな多分そんな家出てないでしょうしな。いや、まあ、まあ、ね、なんとかかんとかかんとかですからね。みんななんか家で過ごしたんでしょう。うん、でしょう。いい感じに過ごしたかね。俺なんてもう全く変わりなくだったな。いや、ほんと変わりなくよ。変わりなく、うん、全く変わりなくでしたけども。そうね、今日が何の日かすら分かってなかったわ。ああ、何の日で休みなんだみたいな。もう分かんないね。うん、分かんなかった。何も気にせず過ごしてましたけど。そうだね。テッドさんはインターネットが繋がったってことですか？これがね、そうなんです。今日は自宅、引っ越した自宅で過ごさせていただいております。ありがとうございます。無事。いいですね。そうね、思い起こせば。行きましたか。うん。1週間前の放送で、うん、回線が繋がりませんでしたっていう感じだけど、まあ、その後本当すぐに次の工事の予定をさ入れてさ、うん。うん、で昨日かな、うんうん、あ、じゃあほぼ1週間ぐらいはあったんだね、うん、そうだね。だから1週間は本当ポケット Wi-Fi と、うん、あと、なんだっけ、契約してる今俺ドコモなんだけどさ、はいはい、そこのなんかギガ数増やすみたいな、うん、やったやりましたか。駆使してどうにか乗り切りで、昨日さ、その回線の人が来たのよ。うんうんうん。これはびっくりすることに同じ人でさ、その1週間前と。あら、同じ人が来るんだ。同じ人来るんだ。なんか決まってんのか担当と思うぐらい同じ人でさ、うん、その人がもうやたらがたいのでかい、うん、ほう、もうどう考えてもパワー系の人なんだね。はい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 。坊主で、まあ、めっちゃ怖かったんだけど、うんうん、あ、まためっちゃ怖い人が来たと思って、うん、で、うん、2人組で今回も来たの、うん、でまずなんかその共用部からやりますねみたいな、うん、出た、そう、まただまた、なんかだから前回の何だったんだろうなって思うぐらい同じこと、同じまた1から、うん、1からだ、そう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 、うん、1から始めてて、で途中からさ、じゃあちょっとその室内であれやりますねみたいなのが入ってきて、始まったね、うん、そうで室内でカチャカチャ2人やってるの、はいはいはい、うん、でなんかさ、近くにいるのもあれだからっていうので、まあ、ちょっと離れたところで、うん、まあなんかまだかなと思ってこうちょっとこう耳を伺いながら聞いてたらさ、うん、なんか途中からちょっと様子がおかしいというか、またですか、雲行きが怪しくてちょっと離れちゃったからなんて言ってるのか聞こえはしないんだけど、うん、あれみたいな、なんかここ点灯してないんですけどみたいなさ、出た、またな、どういうこと、聞かない、何言ってんのと、そう、なんかつ、なんかつかないらしいのよ、そのつかねえんだよ、わからん、でちょっと行ってきますねみたいな、なんか一人いなくなってさ、うん、でもう一人がなんかちょっとどこに行ったか、わかんない、どこかに消えたで、なんかしばらくしてたらもう一人も、すみませんちょっと失礼しますね、なんかいなくなってさ、いなくなっちゃうね、嘘嘘だ、それいなくなったでしばらくしたら
また戻ってきて、うん、でなんかガチャ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 なんかちっちゃな声でやりながらやっててさ、うん、なんですかねこれねっつってよ、なんだろうなみたいな話してんの、うんうん、でだんだんそれがなんかねちょっとずつこうよく多分事態がよく分かんないことらしくて、うんうん、なからなのかちょっと声が大きくなり始めるっていうかさ、ほうほう、ちょっと俺も遠くにいるからまあそれもあるんだろうけど、うんうん、ちょっとなんか声が聞こえ出すみたいな、はいはい、いやこんなことあるかみたいないやー初めてだけどなみたいな、なるほどね、なんかだんだん聞こえてきて、うん、初めてだけどなって、そう先週もあったじゃねえかっていうそう、うん、だから俺もう先週何しに来たんだよと思ったんだけど、うん、でちょっとなんかもう一回あれやってきて、それでなんかやっちゃ、僕が行ってくるんでちょっとここで見ててくださいみたいな感じで、うんうんうん、そのでっかい人が、あ、分かったみたいな感じで、もう、うん、なんか残って、うん、で俺もどうし、どう、これもうダメだったら本当ダメなのかなと思って、もうじゃあもう違うとこするしかないかなと思ったんだけど、うん、なんか最終的に帰ってきたら、うん、できました、繋がりましたって言って、うん、だから繋がったのよ、ほう、結果そう、ただそのでかい人がすさまじく汗だくで帰ってきて何をどこで何やってたのか分かんないんだけど、結果繋がった、えうん、理由とかは聞いてないの、ね、理由とかは俺も聞いてない、怖なんか何ですかと思うの聞くのもあれだなと思って、なんか多分なんか曲がってるパイプをなんか元に戻したんじゃねえかぐらいのなんかその汗それで汗力入れた力入れたんじゃないかぐらいのどこか、うん、力入れたかちょっとなんか家の周り一周してきたかどっちかだよねもうなんで回ったのそいつなんかしたか、いやもうな走ろっつって、うん、いやおなんかでもなんか単純ななんかだったんじゃないかなと思うんだけどね、あそ結構あっけなく最終的に終わったから、あそう、でもまあまあまあ結果どうにか繋がったか、と回線繋がって今に至るっていう感じで、快適なインターネット生活、まあ、まあここからはだからそうだね、お家でも久しぶりにゲームができる、本当に久しぶりに家でゲームしたわ、おお、うん、一応問題なくって感じですか、今んとこ問題なくゲームはできてるかな、あ、うん、ならまあ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 そうだと思うけどっていう感じで、まあまあ今後どうなるのかちょっと分かんない、そのパワーでいった場合はそのパワーが、うん、あだとなる可能性もあるから、まあ、確かにね、いきなりまた繋がんないとか怖い ね、 ね、ちょっと分かんないけど、速度チェックとかしたんですか、速度チェックしてね、うん、そのまあなんかそれもいろいろあーだこーだやっていろいろ試した結果、うん、まあまあまあおおむねっていう感じになった、あへえ、あ本当、うん、なるほど、じゃあまあまあいいでしょうって感じかな、そうか、一応はじゃあ、うん、これがだから安定すればって感じだけどね、まあそうね、配信とかしてどうなるかってとこじゃないかな、そうそう、一番多分あとやっぱ、うん、よくあるのがやっぱマンションとかだと時間帯でさ、うん、あ急に回線がダメになる、ペイさんとかがそうだったでしょ、そうだね、1メガに1メガ出ない1メガ出ないってもうこの時間危なかったんだよやばいよね、1メガ出ない、やばいやばい、でも俺も前の前住んでた時はそれあって、うん、そのドンさんと一緒にホラーゲーでさ、あ、はいはいはい、やってる時とかにもう画質がうんちみたいになるみたいな、あったね、そう、あとシェアプレイ切れちゃうとかあったから、はい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 、なんかねそういうのがなきゃいいなとは思うけど、そうな、うん、なるほどね、まあ一応は繋がってよかったっすね、そうだね、うん、一応は繋がってよかった、ひょっとしたらまだ誰か一人しか最後挨拶しないから、もう一人が線と線を繋げてるかもしれない、今でも気合で、ずっと、あ最後一人だったの、そう、最後お前じゃあずっとそこだってちょっとしばらくいてくれっつってしばらく繋げててくれって、うん、バックトゥザフューチャーのドックみたいにやってるかもしれないから帰る時のやつねかもしれないけど、まあその人が元気なうちは大丈夫でしょう、なるほど、いう感じで、このまま行けばいいね、問題なく、とりあえずじゃあ良かったですね、そうですね、一段落だ、じゃあ一応、そうだからおかげで昨日からちょっとまた片付けを再開し始めて、おーおーおー、やりますか、それまで全くやる気にならなかったから、あまあそうね、そうそうそう、俺でも俺引っ越した後か、うん、二ほどき俺多分相当時間かけたよ、いやまあ分かるわ、マジ1週間じゃまだ開けてないものいっぱいあったもんね、うん、
いやこの段ボールなんで持ってきたんだろうっていうのがあるんでね。なんかいや出てくるよね。何これ、え、これなんで俺これ持ってこうとしたんだみたいなのあるわ。ある、ほんと面倒なんだよね。段ボール残ってるもん俺1個だけ。わかる、あのこれ前回から引き続きさ、うん、開けないまんま持ってくるもあるよね。そう、ある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 に置いてあるもん。なんでなんだろうねあれね。これ別にいらねえんだなと思いながら、なんでそんなこと人はしちゃうんだろうか。なんか書類、ね、書類とかさ、そうそうそう、書類とか持ってったけど結果的にこれ絶対いらないよなっていう書類なんで、うん、うん、次はないないないだろうなと思うんだけど、この次はねさすがに持っていかないと思うけど、まあここまではとりあえず置いとこうみたいな感じかな。うん、いや良かったっすね。まあまあまあどうにか無事に引っ越し物語終わりましたかね。ああ、いやなんかいろいろありましたね今回は。今回いろいろありましたかね今回ね。その引っ越す前段階からね。そうだね、準備を自分でしちゃったところから始まっていろいろあったけど大変だったね。うん、もうよ本当ゆっくりしたいわ。いやそうですね。ゆっくりしてもろって。ゆっくりしたいわ。換気扇大丈夫ですかね。今のところでも最初も大丈夫だったよ向こうだって。ああまあ確かに。前もそう。途中からなんだからあれ。ああ、なんだろうね。分かんない。何かが行っちまったんかな。多分ね。台風とかそういうなんか強い風が来た時に、まあまあまあそういうのがあったかもしれない。で音が出るようになっちゃった。変わるんか。なるほど。まあ私そんな感じですが、お二人はどうですか。何か変わったことありました。変わったことはそんなないですが、本日5月4日でして。うん、明日5月5日僕 APEX の大会なんですよ。出た。前話したのとは違う大会かな。あ、うん、そっか、前の時だとまだ発表してなかったのか。発表してないかもしんない、うん、じゃあこれ生放送じゃなくて動画で聞く人はもう終わってる。終わっちゃってる。そうだね、終わっちゃってるのよ。やってたのそんなみたいな。そうなのよ。マジか。まあまあツイッターとかでね多分大丈夫だと思うけど、言ってるんですけれども、デュオ大会？デュオ大会。ちょっと何正式名称なんかあんのあれ？エーペックスレジェンズレガシーランチパーティーみたいな感じのやつですね。それはもう言ったら、うん、あれなの？新シーズンを祝ってみたいなことなの？そういうわけでもないの？そうです。なんか新シーズン来るよね。うん、新シーズン来る。それのロンチパーティーみたいな。へ、うんうん、ああ出てきた、なんかニュースサイトが出てきた。X レジェンズレガシーランチパーティーに YouTuber、うん、ごまきもこみち氏が参加。メンツはすごいのよ。すごいメンツすごくて、まあみんなで祝っちゃいましょうよみたいな。なるほどね。感じの。ああ、でもなんかほんと知った名前がいっぱいいるわ。うん、そうですね、メンツは本当すごいです。結構本当だね、うん、豪華も豪華。この前コラボマイクラでコラボさせてもらった赤髪のトモさんとかもいるしさ。そうですね、うん、いますね、うん、あとはクズハさんとか有名でね、うん、VTuber で有名な方はかなり出てますね。ゴリラとか、うん、あーラッタさん、へえ、そうか、なんかそうそうたるいな、そこごまきと祝えるのか。そうですね、すごいね。それいやそれがねちょっとすごいんですよね。すごいことだよ。感慨深いなと。おお、そうか、同じゲームをする、まあ一緒に組むわけじゃないけど、いやでも一緒のところにいるわけ。いやもう一緒よ。そう、それは一緒の戦場にいるわけですから。うん、すごいなと。だって朝ヤンですからね。浅草橋ヤング用品店ね。あその後ね、朝ヤンはね。朝ヤン見てた。見てたもん。見てたよ。うん、あそこからまさかですよね。まあね、ごまき、後藤真希さん自身もいろいろあったし。うん。うん、我々もいろいろあったしというので経て。今同じところに同じ戦場に、うん、そうね、降り立つわけだね。ゲーム好きなのは知ってたんですけど、うん、そうだね、エーペックスもやるとは思ってなかったから。そうだね、なんかモンハンのイメージがあった。あ、うん、そうだね、モンハンと FF のイメージは強いわ。うん、そうだね、うん、FF ね、うん、そうそうか、あ、そうか。
よね。いや俺もモンハン、俺もモンハンだったんだけど。俺もモンハンでしたね。あそう。そう。うん、別に俺 FF のイメージないわ。あそう、うん。イメージない。ない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 。いやいやないよ。ないか。じゃないないです。ごめん。ない。そう。OK。ええ。そうだね。じゃまさか。まさかでしたね。結構いいね、面白そうだね。何回くらい試合やるの？何試合やるんですかね。あ、そういうのはまだあれなのか。分かった。なんかね、あんまり詳しい情報を知らないんですよね。ああ、なるほどなるほど。正直情報来てないの。正直そんなに、なんかディレイもない説があって。ああ、そう。うん、なんか質疑応答みたいなのが、ディスコード内でできるんだけど、そこでそのなんかいろいろ質問してる人たちがいて、でそこをチラチラ見てるんですよね。で、あ、まだそのなんか詳細とか全然説明されてないなと思って、でそれでそのディレイの件とか説明聞いてる人いたから見てたんだけど、なんか今のところはみたいな。まあでも正直カスタムマッチだし、もうみんなも分かってるような人たちだから、まあ別になくても良さそうなところまで来てるような試合ってわけでもないし、まあ多分エンジョイだからってことだと思うんだよね。まあ特にそんな問題出るとは思えないけどな。他の人のやつ見てとかさ、なんか街そこいるよとかさ、今スキャンした右のやつごまきとかなんないだろう。まあそうね、でなんか少なからずコメント見れないと思うんだけど、でもコメント欄ではね、いるとは思います。そう、もし見れないと、じゃあ気にしない方がいいね。見てる人もよく他の大会でもディレイあるのに行ってる人たちいるから。いるね。エーペックスに限らずね。限らずいるから。スポーツは結構それがある。そこなんとかチームとか普通に行ってる人たちってやっぱいるから。いる。まあ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 ですね。見てる余裕ないからいいっちゃいいとは思う。いや楽しみだな。時間としては5月5日の20時から開始。はい、20時から開始ですね。なるほど。あんまり情報が本当この前つぶやいた、ページぐらいで、多分そんなに、だから本当なんか細かいこと気にせず集まって楽しんでるぐらいのノリだと思う。とりあえずこの時間に集まってあとはやろう。そうで、あとはやっちゃいけないこととか、まあ、そういうのは書いてあったけど、でこういうの使ってくださいとか、サムネこういうの使ってくださいとかあったけど、基本的にそれ以外はないっすね。まあそんぐらいがいいよね。まあそうね、カチカチよりかは。そうですか。結果的にカチカチになりそうだけどね。あ、まあね、うん、まあそういうものだけどね。そうだね。いや楽しみだな。デュオだもんな。デュオだからね。デュオ大会っていうのがイメージがちょっとできない。そうね、まあ、普通とはちょっと違うよね。三とは違う感じがあるよな。いやそうなんですよ。その3人と2人と全然違くて、違うと思う。割と2人って1人ダウンするともう多分ほぼ終わりだよね。ですね。まあそうね、人数フリーズ相当つらいもんね。そう、3人だと1人ダウンしても1人起こしてもう1人がカバーをできるから何もなかったことがあるよね。そういけるんだけど、1人ダウンしてしまうと助けるのも結構辛いし、そうだね、そのまま倒しきるのも結構難しいし、なかなか難しい戦いになりそうだなっていう。しかもモサーが多いから。そうだね。ただ反対に漁夫来られた時に2人だけだから、なんかワンチャン追い返せるみたいな。そうね、よほどうまくいければ。うまい人とかにだって俺らがかかっていったら多分追い返されるから。人そうだね、そうだね、ポイッと。確かにそれぐらいうまい人がいるから、各チーム。そうだね、各チームボスがいるから。うん、本当にボスが引っ張ってくるんでしょ、腕を。そう、ボスが大体引っ張ってくから。ドンさんはきなこさんとでしょ。きなこさんとです。腕引きちぎられるんじゃないの。そうですね。いや相当なボスだもんね、ドンさんのとこも。
そうだね、うちのボスもかなり強いので、うんうん、まあ頑張ってついていけたらなとは楽しみだわ思うんですけれども、そこからそれがまあ5日にあって、5日にあって次の週の10日後だね、15日、うん、CR カップか。そっちはもう本当にガチガチなんで、ガチガチのガチ。そう、明日の大会はだからあの練習試合みたいなのはないんですよね。うん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 。でも15日の CR カップの方はもう1週間前から練習試合が始まりますので、なんなら今週から始まるんだよね。そう、今週の8日、8日からマジかよ。じゃあ動画上がった次の日だ。そうだね、この雑談上がった次の日の夜から、CR カップスクリームっていうのが練習試合が始まるんで、そっからだから本番まで夜は配信、 APEX 配信続きになると思います。ほぼ毎日。うん、APEX の配信をまあやってるよってことだね。そうだね、土日月火水木金までか。うん、すごいね。で土曜本番。いや本当 CR カップ初めて見る人はあれだよね、ぜひその練習から見てほしいよね。いやぜひ見てほしいっすね。本番だけじゃなくて流れがあるから。そう、あれが面白いんだよ。他のところが強いとかさ、そういろいろあるんだよね。いろいろあるマジで。うん、どこが強い、チームメイトの人のこともちょっとずつちょっとずつ理解できるし。そうだね、こういう人なんだこういう人なんだみたいなね。うーん、ぜひぜひ。で3人が次第にこうなんかちょっとチームになっていくみたいなのも分かるしね。うん、結構面白い。面白いよ。そうですね、一応ね、多分ほぼ確定なんですけど、明日の大会と15日の大会両方ともね、僕あのキャラがジブラルタルっていう、前レイジっていう大会3人で出たじゃないですか。その時に使っていたちょっと体のでかいジブで行くんだ。そう、昨日てかここ最近その1週間ぐらいずっとジブを使ってて、で明日の大会ジブで出ようと思ってたんですよ。で、まあ、それはきなこさんの勧めからもあって、その2人だと、まあ、そのジブラルタルっていうキャラクターがいると、まあ、助かるし、でもう1人レイスってキャラクターがいるんだけど、その2人がいれば、まあ、2人で割とその完結してしまうから、だから結構ジブラルタルがいるチームとか多いと思いますみたいなことを言ってて。へえ、そうなんだ。そう、ジブラルタルはドームっていうその敵の銃撃を防ぐシールドみたいのを貼ることができるんだけど、ドームシールドっていう、やっぱそれが強くて、それをそのシールドを貼りながら味方を起こせたりだとか、で本来何もないところで障害物を作れたりだとか、結構やっぱ強いキャラクターだから。そうだね、強いね。そう、それで1週間ここ1週間練習してて、まあ結構こなれてきたというか、いい感じに仕上がってきて、で、まあ、せっかくならもうこのまま突っ走った方がいいのかなと思って。あ、そう、そっちも、CR カップも、 CR カップもこのキャラで行ってみようかなっていう気持ちにちょっとなってきて、でこの前その103人称っていうチームなんですけど、 CR カップに出る時のチーム名が、年齢を足したら103だったから、その103人称っていうチームでやるときは打足さんがジブ使う予定だったの。その前の練習試合では、なんだけど先日打足さんにちょっと連絡を取って、相談させていただいて、ちょっと最近やってるんですけどいいですかみたいな話をしたら、全然もうもちろんみたいな感じで言ってくださって。で、優しいね。いやめちゃめちゃ優しい。打足さんはじゃあミラージュになるのかな。ダソクさん好きなキャラはミラージュなんだけどミラージュじゃないあのキャラはね、カスタムじゃ見たことないけど。そうなのよ、あんまり見たことないけど、ミラージュじゃない。分身するキャラクターなんだけどね、だから結構その敵を翻弄するようなキャラクターなんだけど、やっぱそのチームの手助けにならないキャラクターだって本人も言ってらっしゃって、まあね、まあまあまあ、そうだね。そう、誰も打たないって言ってたよね。デコよ、もう
誰も打ってくれないってそうカスタマーほんと誰も打ってくれないんだっつって、そう、うん、打たないんだ自分の分身を出したとしても誰も、うん、しかもバレるよねあそこのチームだとそう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 、うん、だからなんかまあ、あとガソージってイメージがあるけどな、あそうだね使ってたね、うん、で明日から新シーズンで新キャラとかも来て、ああそうか、でそのどうなんだろうね、まあ、打足さん的にはあのもう一人正則さんって方がいるんだけど、うん、その正則さんのキャラがまあ確定してそれと折り合いつくキャラみたいにしようかなって、なるほどフォローができるようなキャラクターになるわけだね、だから、うん、とは言ってて、なるほどなるほど、うーん、なんで僕は多分自分確定でやるかなと思ってまして、いや結構ね責任重大なキャラクター、いやそうなんですよ、そうだね、ジブラルタルのシールドあるなしでそうガラッと立ち回り変わるってイメージあるからね、マジで変わる、そのシールドあるなしで本当生きるか死ぬか分かれるぐらい重要 でしかもシールドポン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 出せるわけじゃなくて1回使ったら20秒から25秒ぐらい使えないのかな、うん、うん、使わないからその間十分死ぬ可能性あるんだよね、そのシールドを持ってない時とかって、そうだね、そうだから使う場面がめちゃめちゃ重要で、そこがかなり責任重大だなと思ってるんですけど、震えるわ、まあでもなんか結構ちょっと自信を持ててきた部分もあるから、うん、なんかこのキャラでいいかもってちょっと思って、ほう、ちょっと頑張ろうかなと思っております。かな。そうか、もうあっという間だ。いや本当ね、あっという間だ。もう2週間ないもんね。うん。ないのよ。すぐだね。いやなんかさ、うん、もうちょっと異変が出てんのよ俺。異変？うん、体にとかそういう。体にというか、うん、2日連チャンで、うん、俺ね。怖い夢見てんだ精神的なプレッシャーってことね、そう久しぶりのプレッシャーに、あそう、うん、ちょっと弱まってるじゃん、弱まってんのよ、弱まってるね、お前このここの段階でそれだと来週の今頃寝ゲロ吐いてるぞ多分お前マジやってやべえなと思ってさ、どんだけ繊細なのと思って、明日もう一回本番があるじゃん、うんうん、だからまあだんだん来るけど、もうこっからだから常に、いやでも明日さ、うん、なんかちょっと思うようにいかなかったってなったらさ、いや寝れないよね、ね、そこからよか調子が良かったらなんか多分結構上向きで臨めると思うけど、うん、8日のスクリームから、うんうんうん、1回落ちたら上げてくのなかなか大変だよね、大変よね本当、いやそして俺さ、そのスクリーム1週間あるのも結構上下あると思うの、いやあると思う、今日は良かったけど次はダメだったみたいな、いや全然あると思うマジで、そうだからその大会15日の14日のスクリーム、うん、で右肩上がりで終わってりゃいいけどなって思うんだよね本当そうだね、ここでさどへこみしてたらさ、どんな気持ちで本番迎えんだろうって思っちゃうの、いやわかる、特に ねさっき話してたその責任重大だっていうジムでさ、なんか、うん、勝てる場面でそのシールドミスっちゃったりとかね、全然出てくると思うし、いやだからマイナスなイメージもやっぱもっと来ながら行った方がいいような気はするんだよね、いや本当にそうだと思う、まあ、いやでもいやちょっとそっか始まるんだな、うなされてる、うなされてるらしいから俺、うなされてるの、うなされてるのはもう確認されずみなの、そう確認されて、なんなら、うん、その一昨日ぐらい叫んだらしい俺いきなり、えああみたいな感じのことを急に出して、ちょっとそれはちょっと太い声じゃなかった？ドームヒルドだみたいな言ってなかった？言ってなかった。自分が気分になってた？言ってないんだけど。ああそう。自分では覚えてないの？叫んだ後に起きたりしてる。俺今なんか声出たなみたいな。で内容とかじゃなくて、うん、その声出たなぐらいなんだ。ああ怖い夢見てたってボソッと言って言ったのは。またすぐ寝たの。うん。どういう夢かは覚えてないんだ。ほんとね、その本当にその叫んだ時の怖い夢は全然覚えてないの、うん、なんだけど、もう一つその怖い夢っていうより嫌な夢の方ははっきり覚えてて、はあ、俺が車で走ってたら、
その前に急に反対車線からヤンキー箱乗りしたヤンキーたちがガーって U ターンしてきて、俺の前にこの蛇行してゆっくり走り出して、そのなんか左行って追い抜いていいよみたいなことをやってんの。でも追い抜こうとするとこう俺の前に来てみたいな、なかなか行かせようとしないみたいな。でてかエーペックス関係なくちゃんと嫌な夢、そうだよね、嫌な夢なの。でも煽られながら煽られながらずっと蛇行されて、全然俺車で進めないみたいな状況になって、やばい夢見て、夢、まあ思い通りに行かないみたいな夢なんだろうけど、そう何かの圧力で、これ超嫌だと思って寝起きマジで最悪だった。でその夢、嫌な夢なんか見て、で割とすぐ目覚めちゃったの、うん、あ、うわすげえ嫌な夢見たと思って、うん、あでも気にせず寝ようと思って、それが夜中の2時ぐらいだったんだけど、うん、そっからね2時間ぐらい寝つけなかったね。うわ、どうさ、これからでも毎日その夢見て、うん、一日ずつ箱乗りの人数増えてくる、多分最後すごいことになってるじゃん、パレードみたいになってるよ、最後稲葉物置みたいになってるから、うわもう面白くなっちゃうんですよ、どんだけ乗りてる、どんだけその車乗りてんのよっつってめっちゃ遅いと思うけどね。そうなんだ、ちょっとプレッシャー来てる、感じてんな、うん、来てる、もう精神的にちょっとなんかね来てる。でも分かりやすくていいけどね。そうね、うん、なんかね地味に分かんないよりはなんかもうプレッシャー感じてなって思ってた方が多分いいような気がする。そうね、あいやだからちょっと、いや俺ほんと怖い夢なんてほとんど見ないのよ。はい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 、多分ここ何年か全く見てなかった。ほら見たってことはやっぱりね、いやそうだよね、明確にプレッシャー感じてる、明確に感じてるんだと思う。あ、分かりやすいよね、昼も夜も感じてんだな、だからな結局やべえよマジで、寝ても覚めてもだ、弱っと弱と思ったよね。そうね、マスクリーム、まあでもちょっとずつ慣れていけばいいのかな、だどうなんだろうね。そうだね、まあ、だから常にっていうわけじゃなさそうだね、やっぱ雰囲気に慣れたいっていうのはあるよね。うん、そうだね、まあ初めてだしな、うん、柔らかく大丈夫だよ、しょうがない、失敗よし、大丈夫だよ。いやそうね、残念だったけど急になんか残念だったけど大丈夫だよ、やめろどうさあの道具は本当に使っちゃって残念だったけど大丈夫だった、残念じゃねえはず、やめろどうなるかな、どうなるだろうね、どうなるかな、どうなるだろうな。いや、いいドーム見してほしいよ。いや本当とりあえず明日、ね、なんとかね頑張れたらいいな。そうだね、まずリオ大会でちょっと、うん、うん、でも明日はもうほんとどっちかというと楽しみたい、お祭り、そうだね、うん、お祭りで楽しめるのが、ね、うん、一番いいとは思う、両方楽しみたいけど、うん、明日は特にほんとなんか気負わずやれたら一番いいかなとは、そうね、そうですね、思ってますね。いやでも楽しみですね、こっからはちょっと、ええ、もうほんと一視聴者目線になっちゃうけど、いやもうそうです、週間そうですね、ちょっと、うん、楽しみだわ、よろしくお願いします。うん、まあ、皆さんもぜひね、そうだね、お時間あえば、いや、そうですね、ええええ、そんなところかな、はい、我々の日常としては、うん、そうですね、そうです、はい、じゃあ今週テーマいきましょう、はい、はい、今週いただいてるテーマが話題の頭がハッピーセットさん、女性の方からいただいたテーマ、はい、くだらないよ豆ちゃんというのはいかがでしょうかと。ほうほう、うん、まあ豆ちゃんっていうコーナーがあって、まあ、今豆知識を教えてもらうっていうのなんだけども、うん、ありますね、まあ、結構ためになる内容のが多いので、もうちょっとためにならないような、なんか気軽なものがいいんじゃないかっていう、うん、どうでしょうっていうので送ってきてもらってます。結構ね、いろいろ送ってもらって、なんかへーっていう、いうものから、ふふ、なんかはーみたいなのがいろいろあったんだけど、ありました、うん、うんうんうん、まあいくつかじゃあ紹介させていただきましょう。はい、お願いします。例えばタルトタタンさん、男性の方、はいはい、私の紹介するくだらないおまめちゃんは、コンセントの差し込み口は左右の大きさが少し違うです。あーあー、なんかそれ知ってるかも、俺もなんかそうやれりゃそうだったなって思い出したわ、違うなーって思ったことあった気がする、ね、うん、これは
右側が若干小さいです。ほぼ、うんうん、右側が電圧、左側がアース側になってると。うんうんうん、うんうん、でプラグは上下左右関係なく挿してもつながる。はあ、うんうんうん、同じにはできなかったのかなこれね。なんか違いを出し、あえて出しときましょうよみたいな、あえて出すことによりなんかなのかな、なんかかな、そのそういう詳しい人はこっちがアースだって分かるようにしてるのかな、かもね。はあ、うん、ふむふむ、なんでなんだろう。続きまして、はいはいはい、赤巻き髪、青巻き髪、ちまきがいいさん、女性の方、ちまき、おさんぺさん、テッドさん、こんばんは。おい、こんばんは。知ったものの誰にも言えなかったまみちゃんをここぞとばかりお送りします。はい、リスが松ぼっくりを食べた後、その食べかすはエビフライに見えるというのは有名なトリビアだと思いますが、そうなんだ。あ、そうなんだ。リスって松ぼっくり食うの？松ぼっくり食ってんだ。松ぼっくり食うか、食うのか。へえ、うん、その松ぼっくり、なんで松ぼっくりというかご存知でしょう。あれ、なんかそれ前に聞いた気がするな。あ、ほんと？ぼっくり？ぼっくりね、松ぼっくり。松ぼっくりのこう漢字で書くと、松と書いた後に陰嚢と書く。陰嚢、陰嚢、陰嚢、陰嚢は何かわかります？ちょっと陰のもの、陰のもの、陰のもの、まあ陰のもの、陰のもの、陽ではない、陽ではない、陰のものだよね、陽ではない、陰のもの、うん、まあ要は金玉のことですね。おお、ふぐり、玉、袋、ほう、うん、松の木になる金玉のようなもの、もともとは松ふぐりと呼ばれていたんだって。あ、そうなの？うん、松にふぐりがついてるってだから思った人が思いっきりじゃあもうそのまま言ってたんだなのかな。あ、そいつバカだよな多分。多分そうだね、うん、あ、すごい、あるふぐりがついてるって、あ、松ふぐりだっつってなるほどね、うん、それが松ふぐり、うん、松ほぐり、松ぼくりとなまって松ぼくりになったという説。松ぼくり、うん、なるほどね。いや、すげえ、どんどん秋の街歩きで松を見かけたら、ぜひじっくり松ふぐりを観察見てくだ、観察してみてください。言われたらそう見えない気がしないでもありませんと。あ、まあ確かに。へえ、確かにそうかもね。確かに。言われてみれば。そう言われたら確かにふぐりかな。本当？ふぐりかもしれないな。でも開いてないのか。上にあるときは落ちてから開くんだっけ？松ぼっくりって。あー、だから塊みたいな、うん、楕円の形してるよ。ふわっとしないってことだよね。いや、でもついてても季節とかついてても最終的にふわっとするんじゃないの。あ、落ちてからふわっとするんじゃなくて、最初はギュッとしてるけど落ちる寸前でこうふわってするんじゃないのかな。違うのかな。あ、なるほど。あ、そうするともしかしたら穴がち、なんか緑だったりするよねあれね。あ、する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 、うん、緑だったりする、うん、あ、そうか、そういう時見てれば、うん、ふぐってる可能性もあるのか。そうだね。あと、なんかちょっとシワの感じ、なんか疲れた感じみたいな。あ、確かにな疲れた感じみたいなのも似てんじゃない。あ確かにそうかも。今ちょっと確認確認した確認した。あ、何、ふぐり見た、自分の松ぼっくりついてる、ぼっくりかもしんないねこれ。そうだね、うん、あ、なるほどね。テッドさんも今見てるね。見てる。下見ながら喋ってたのが今分かったよ、なんか。なんでか分かんないけど。今下見て喋ってたの。それが下。なんでか分かんないけど下見て喋ってた？うん。あ、そう。正しいな、ね、これは。これは正しいね。これは正しいかもしれません。そう。おまみちゃんっていうのは合ってるかどうか分かんないけどっていうのがあるんだけど。うん、うん、ね。これはおそらく正しい説ですね。おそらく正しいですね。うん。なるほど、なるほど。なるほど、つけた人天才だな。天才だっすね、うん、これね。天才だっすこれは。天才だっすよこれ。うん。続きまして、はい、梅干し苦手な梅ちゃんさん。梅ちゃん、三章美さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私が紹介するのは将棋に関するおまめちゃんです。はい、アマチュアの上級者やプロの棋士は対局前、うん、将棋盤に駒を並べる時に、
大橋流と伊藤流と呼ばれる2つの手順があり、現在活躍しているプロの大半は大橋流を採用しています。おう、並べ方がだからそれぞれ適当に並べてるわけじゃなくて、並べ方があって流派があるってことだね。なるほど。なんだかかっこいい名前がついてますが、駒を並べる順番に正式なルールはなく、うっかり間違えても勝敗に影響はありません。うん、平たく言えばかっこいい並べ方として江戸時代から現代までふわっと受け継がれているようです。へー、あー、そんな昔から。そうなんだ、適当じゃないんだ。ね、適当じゃないんだって。適当じゃないんだね。なんか俺もこれちょっと調べて、気になって調べてみたら、うん、途中まで一緒で、うん、途中から違うみたい。なんか、そうなの。最初にまず王を置くのよ。はいはいはい、でその後その隣に金を左右って置くのかな。で銀を左右って置いてって、こうやってなんか左右に展開してって、はいはいはい、うんうんうん、片方は香車まで置くんだけど、もう片方は香車は置かずになんか別のとこ歩から置くのかな。あ、へえ、そうなんだ。なんでそうなのか理由も書いてあったけど忘れたけど。あ、一応ちゃんと理由はあるんだ。なんかこうやってする方がいいよみたいな、こうやってすると相手がびっくりしないよみたいな、なんかそういった理由だったり気がするな。あ、びっくりするし、強者がすごい鋭いからびっくりするんじゃん、それで。うわ、まっすぐ行くからな、もう来るのかみたいな、もう来るのかもう来るのかみたいな、もうまっすぐ来るのかってこと、うん、そうそう、すげえ行くから。あ、多分そういうこと、びっくりさせないように、うん、障害物なきゃもうずっと行くから、ね、いや止まれないもんね、あいつ止まんないから、あいつは。そういうことよ。なるほどね。へえ。なるほどね。続きまして、うん、ふりかけ30歳の方。はい。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。どこにも披露する機会がない雑学を放出させてください。うん。はい。地震、雷、火事、親父。怖いものみたいなね。うん、うん、うんうん。その親父は、大風と書いて親父と呼ぶ。あ、そうなの？大きな風、つまり台風のことです。あれ、おじさんだと勘違いされてる方かなり多いのではないでしょうか。親父じゃねえんだ。親父じゃないの？親父であってほしかったけどね。ねえ。どちらかというと。でも親父で言う場合もあるよね。まあ多分。どうなんだろう。もともとは親父っていうのが大きい風なんだけど、うんうんうん、親父がお父さんとかおじさんのことじゃみたいなので、そこからおじさんっていう場合もあるってことになったのかな。マジか。しょっぱなは知らん、知らんかった。これも子供の頃からずっとおじさんのことだと思ってたわ。思ってた、思ってた。なんかだからその親父だから、そのすごい怖いのに親父が並ぶのがなんかちょっと江戸の息というかさ、うんうんうん、そう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 もんだろうと思ってたけど、うん、台風のこと普通に怖いやつなんだ。普通の、普通に普通の災害、災害を並べてるんだ。じゃあまあでも確かにそこに風、大風入るのはまあ確かになって、うん、そうだね、あ、うん、感じはするけどね。そうなんだ、なるほど。へえ、なるほどね。もう一つ、体重は北海道で測るより沖縄で測った方が軽くなる。なんで？これはね、地球の重力の関係でほんの少しだけ差が出るんだって。はあ。ほんの少しってどんぐらい差が出るのかな？数グラム？数グラムの話かな。グラム。キロはいかないでしょ。キロは無理だと思うけど。2キロ変わるとかないよね。多分それはないんじゃない？ 2キロだから相当よ。まあ 0.、うん、0.0 何グラムとかなのかな。100グラムもちょっとそんなに重力ね感じてないんじゃないの。うん、じゃあ一番重いとことやっぱ一番軽いところがあるってことでね、地球のね。そういうことだね。どのぐらい差があるんだろう、そこだと。北海道の方が重いってことは北では赤道から離れた方が軽くなるのか。 140g ぐらい軽くなるみたい。 140? いや割とコメントでその上と横で、あ、割と変わるな。割と変わるね。うん、それは知らなかった。面白いね。
どうなんだ、じゃあそういうもんなんですね。ためになるね。いやちょっと太ってる人、ね、沖縄行った方がいいかもしれないね。ちょっと太ってる人ね。100行きたくないっていうぐらいの人が、うん、沖縄行ったら俺ちょっと行ってねえじゃんみたいな、うん、俺行けてる、うん、行けてはいないんだけど行けてはいないんだけど、いやでも行ってた方が良かったんじゃないってなるんだけど、うん、帰ったらショックを受けるよねまたね。まあね、太って帰ってきたってなるんだよ、うんうん、沖縄のせいにしそう、まあ、移住した方がいいな、うまいもん食って、うん、そうだね。いやためになっちゃうな。そうだね。続きまして、はい、演習場だと当たるウィングマンさん、男性の方。はい、わかる。ダンサーベサーテルさん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。茹でる前のパスタをきれいに折る方法。うん。うん、はあ。何もせずにそのまま半分に折ろうとすると中央部分が折れる反動で3つに折れたり、まあきれいに折れないパスタですが。うん。うん、なんか昔やったな。うん、雑巾を絞るように少しねじってから折ると綺麗に2つに折ることができます。なんかで見たけどやったことねえわ。普通に調理する場合は折る必要もないのでどうでもいいんですが、気になった方はやってみてください。あ、なるほど。確かに折ったことそんなねえな。なんか学校でそういう授業あったじゃん、料理作るみたいな。それでなんか折んなきゃいけない時があって。いや分かる、折んなきゃいけない瞬間ほんと子供の頃に一回あったかぐらいだよね。いやすごい弾けるんだよね、パーンってなるよね。そう、パチパチパチンってなんか細かいのが飛び散るみたいな。そうね、いや教えてくれなかったな。普通に茹でる時ねじった方がいいよね。あ、なんか周りにふわっとさ、そうそう、周りにパラ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 ってなるから、それしか知らんかったわ。子供の頃そうだ、パスタ茹でようとしてその入らないじゃん鍋に。うんうんうん、だからなんかさ、序盤先っぽの方は柔らかいんだけど後半硬いみたいなのがなんかずっと残ってて、これどうすりゃいいんだろうってなんか悩んでた気はするわ。なるほどね。ひねれってことね、覚えておきましょう。ひねって折れってことだ。ひねって折る。続きまして、ザクリンさん、出せの方。はいはい、最初みさん、こんばんは。こんばんは。テーマのくだらない豆ちゃんとして、前回鉄道さんが、激おこビンビン丸って言葉あったよねとおっしゃられておりましたが、正しくは激おこプンプン丸であるとビンビンしちゃったんだ。俺それ気づいてなかった。俺も気づいてなかったわ。言ってても気づかなかったわ。ああ、全然気づかなかったわ。うん、プンプン丸が正しいです。俺終わった後なんか、終わった後ツイッターかなんかで教えてもらって、あ、そうなんだと思って。ビンビンしちゃったんだね。そう、激おこビンビン丸だったね。あ、うん、やばい。そうだね。まあまあまあ同じでしょ。まあしょうがないね、同じこと。男の子、まあまあ怒ってる分には同じこと、ビンビンしちゃうんだよ。うん、そうよ、怒っているかのように別にいいよ、いいのよテッドさん、いいの。今ちょうど終わってたところ鼻水でしまった。うん、下ネタの話、下ネタの話でしょ結局。違う。怒ってる。違うの。な、別に。なんかよく書くやついたけど、怒りマーク。いやいいのよ。そうだね。別に。青さけどさ。立ってるみたいな。あれでもあんな、うん、あんなことなんかっていうね。あれなんかどういう表現だろう。まあ、血管なんだろうけどさ。要は。すごいよねあれね。うん、でもなんか。あれ書かれると、あ、すごいビンビン丸なんだなって思うよね。まあそうだね。まあそうですね。表現としてはすごい。そうけどな。続きまして、はい、川助パパさんの明日の方。はい。はい。くだらないもみちゃんについて私の個人的な意見で恐縮ですが聞いてください。はい。埼玉県に関するおもみちゃんです。はい、県外の方はご存知ないかと思いますが、埼玉県の東部と西部の間にはお互いに相入れない大きな壁があります。同じ埼玉にいながらまるで違う県かのようにお互いのことよく分かりません。え、そうなの？おそらく埼玉市の西端に走る国道17号と荒川が境界だと思いますが、その原因は東西を結ぶ幹線道路および電車等の公共交通機関がない、あっても非常に少ないことが考えられます。おう、あ、西と東でね分かれているだろう。東の方が秩父とかそっちの方で、西の方は、うん、浦和とかも西のなのかな。西部の若者は気合を入れて都会に遊びに行こうとすると、埼玉市を通らない西武鉄道および東武鉄道、あ、違う、あ、いいのか、
西武は埼玉市を通らない西武鉄道及び東武鉄道を使って池袋に行く。お一方東武の若者は西に目もくれず JR で池袋に行く、うん、結局池袋に行くんだ。池袋に行くんだ。最終的にやっぱなんだかんだ池袋に行く、うん、ただ、西とか東は通らないから、うんうん、埼玉の東と西から行き来することはないってことだね。あ、全員が池袋を目指すから。なるほどなるほど、うん。これを裏付けるかのようにお便りを読んでいただいた際、うん、私の地元である埼玉県西部の、なんとか町なんとか町なんとか市の話が出ても埼玉市出身の鉄道さんは、うん、埼玉県にそんな市あったかと吐き捨ててます。せめて知ってほしかったですあ確かに知らねえわ。西のこと秩父は知ってるんだよ、お墓があるから。うん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 。でもそこからその自分の住んでいるところの間のはなんか白い地図が白い、何もない、自分の中のうん、なん何もないわ。これはでもさ、うん、どうなんだろう、神奈川とかないのかな。神奈川だってめちゃくちゃ広いじゃん。うんうんうん、だから東西で分かれてるかっていうこと。そうで、例えば横浜の方にとか川崎の方に住んでたら左側行かないでしょ多分。まあ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 行かないかな。行ったとして南じゃん。うん、うん、湘南とか鎌倉とか。そうだね、うん、だから左の方全く分からんとかさ。まあ確かに逆にその湘南とか平塚とか、うん、あっちの方は全然知らないかな。まあ行ったことはあるけど、うん、ほとんど知らないに近い。そうだね、そのちょっと、うん、大きい場所以外のとか、うん、とこはちょっと分かんないね。ねえ、うん、山半分ぐらい山でしょ、だって神奈川だって。まあ山多いね。うん、ね、秦野とかさ、うんうんうん、なんかもうすごいよね。一度だけ行ったことあるけど仕事で。あ、行ったことない。あ、ほんとないかな。うん、結構いい感じだったよ。いい感じだ、いい感じだなって思った。うん、確かにちょっと外れるとすごいからね。そうなんだよね。だから生まれた県って言うけどあんまだ、東京だってそうじゃん。うんうん、端っこの方もなんかもう山じゃん、ほぼ23区外ね。そう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 、だから右側しか知らんみたいなさ。うんうん、まあでもどこも県ももしかしたら、いや、埼玉だけじゃなくて結構あるあるなんじゃないのかな。あるね、割とある。うんうん、それこそ大きい県になればなるほど分からんだろう。うん、うん、ね、北海道なんてもうだって多分別よ。釧路と、ね、うん、そうでしょ、札幌とかもう相まみえることないでしょ。だって200以上あるんでしょ、今はどうか分かんないけど200弱あるんだよね、市町村が。すごいね。そうなんだ、へえ、そうよね。ほんと割と世界違う気がするな、北海道って。いや違うと思うねえ、多分。だからなんか分けられてるんじゃね、どっかからどっかありそうよね。その埼玉だったらその17号とかで分かれてるみたいな感じで、なんかそれぞれの県でここで分かれてこっちとこっち行かねえなみたいな、うんうんうん、あるんだろうな。そう考えるとなんか自分の出身の県のこと全然知らねえなって気になってくる。案外知らねえ。そうね、行ったことねえとかめっちゃ多いしね。めちゃあるよ、本当に。あ、降りたことねえなとか駅とか。はあ、面白いね。うん、続きまして、はい、マロンヌさん。マロンヌ、ネット上で知ってなぜかおまみちゃんとして送りたくなった内容があるのでぜひ送らせていただきます。はいはい。15世紀頃、魔女がペットにしていたもの、まあ、うん、カラス、猫とかフクロウ、カラス、その辺出てくるけど、なんか黒猫のイメージ。そうだね、うんうん、それは人のペニスだったそうですマジ？ペットと、もちろん魔女など存在しないと言われるは元も子ありません。しかし当時の魔女探しの手引き書の中に次のようなくだりがあるそうです、はあ、1、魔女は男性のペニスを消す、かっこ盗む、怖っ2、魔女は盗んだペニスに餌として麦を与えながら飼育する。何してんの
麦与えてくれんの？え？何これ？何？どういうこと？要はその魔女っていうものが本当にこう異端というかなんかやばい存在なんだって思われた時の架空の物語ってことなのかな。あ、そのぐらいなんかもうわけわかんない存在なんだみたいな。まあそこ決してね、麦って相当やばいってイメージだもんね。マジでわけわかんないな。盗んだペニスっていう表現がちょっと何盗んだって尾崎豊じゃないんだからね。盗んだペニスに餌与えるみたいな。バイクとペニス全然違うけどね。全然違うぞ。どう盗んだペニスってなんだよって話で本当に。盗む、なんだそれ。餌として麦を与えながら飼育をしている。ああ麦を与えるってどういうこと？麦なんだ。なんかだからそのペニスの先端部分で麦をこうちょんちょんって食べるみたいなイメージだと思ってるのかな。そういうこと。先端、うん、つまむのか、フルフルみたいなことか。そう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 、そうだね。ちょうどちょうど食べるそうだもん。そうだ。あればなんか、うん、要はみんな袋になるわけじゃん結局ペニスは。みんなペニスは袋になる？みんなペニスはその袋があるわけじゃん結局。その袋先端は袋状になるわけじゃん結局はね。結局はだからそこをポケットとして麦を入れてた。あーあー、ハムスターみたいにってこと？そう、小物入れみたいな感じで使ってたんじゃないのっていう話。ああ、ね、そう、へえ、そう、これは本当に、うん、そう、そういうことか。だってよ。なるほどな。まあお前当時どうだったのか。魔女のねなんか扱いとかなんか本ねファンタジーものとかで見るとなんかもうひどい扱いしてるからなんとも言えんけど、まあね結構ひどい扱いしますよね。ねえ、そう思われてたんかな本当に。どうなのかな。続きまして、はい、おいでよ中山さん、男性の方。ん、中山。今回のテーマくだらないもみちゃんということで、ついこの間みちょぱさん、タレントのみちょぱさん、池田美優さんのラジオで話題になった、タッキー&翼の今井翼さんの中国語読みはチンチンイーというくだらない豆知識を思い出しました。へえ、何それ。中国語で読むとってことか。これに対す、ん、あ、いや、いい、うん、チンチン、今井がチンチンなのかな、なのかな、すごいな、翼がいいなのかな。この豆知識に対するみちょぱの反応がどっちがチンチンなんだろう、今井翼というのに思わず笑ってしまいました。なるほどね。ああ、どっちなんだろう、分からん。ちなみに三人称のお三方の名前を中国表記にしてから発音すると、うん、トンさん、うん、漢字はちょっと読めないけど、うんうん、それを中国語読みするとタンピシェ、タンピシェ、ちょっと近い、タンピシェ、近い、ね、近い近い近い、うんうん、ペイさん、これももう読めないけど、うん、ペシャンク、あ、近い、ぽい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 、ペチャンコっぽいね、ペシャンク、うん、鉄塔さん、うん、ガンタ、あれ全然違う、なんで俺だけ全然違うんだよ、ガンタ、ガンターだって俺、鉄塔さんだけその鉄塔っていうもの自体がやっぱ向こうにはあるからなのかな。うん、あんまりドンピシャペチャンコってあんのかな。確かに確かに厳しくなさそうだけど、鉄塔はなんか鉄っていうのがなんかもうそういう読み方するのかもしれない。もうそもそも鉄塔があるから、うん、ガンタ、ガンタ、ガンタだったって。あー、へえ。今日のチンチン率すごいっすね。いや続くね、チンチンすごいね。だからみんなチンチンの持ってんのよ雑学を。ただ披露する場がないのよ。あ、やっぱチンチンのことについてだから。まあ確かに深いからね。深い、深い。いや、チンチンは深いものだからね。そんな簡単にはやった。ちょっと違う、方向性が違う、トンさんと違ったけど、共感を得てもらえなかったな。深いからなくせにくだらない豆、お豆ちゃんで来ちゃってんだよな。そうか、そうか、まあ、だからここでしか披露する場がないってことでしょう。そうか。続きまして、うん、かき&ピーさん、男性の方。おい、はい、谷島さん、こんばんは。はい、こんばんは。おもみちゃん自体が正しいか知らないけど気になったから調べてね程度のものだと記憶してるので箇条書きで失礼します。そうですね、はい、本当かどうか分かんないので、うんうん、皆さん調べてくださいね。うん、うん、アルファベットという単語の由来はアルファベータがなまって聞き間違えて伝わった。え、そうなの。
アルファとベータ。アルファ、ベッド。ベータ。アルファ、ベータ。まあ、確かに似ているが。確かに似ているが。似ているが。そうなのかな。そうなんだ。そうなんか。アルファベットっていうのはじゃあ日本人しか言わないのかなってことだよね。聞き間違ってるんだったらそうだけど、ただなまってるんだったらなんかイギリスとかからなんかこう伝わって変になっちゃったっていうのはあるかもしれないけど、ちょっとできすぎてる、できすぎてて嘘くせえな。そうだね。あ、どうなんだ、騙されちゃうかもしれない。ね、これ本当っぽい、本当っぽく聞こえちゃう、なんかすごいねってなる。ホットパンツのホットは、うん、あの短いやつ、稲葉さんが着てるやつ、願いの PV で稲葉さんが着てるやつね。ホットパンツのホットは男の人がホットになるからホットパンツ。どういうこと？ホットになるっていうのはあのホットホットのあれ？そうだね。藤井さんの、藤井さんのやつ。ホットホットの、うん、ああなっちゃうからホットパンツってこと。女性が要はまあ女性に問わずなのかもしれないけど。うん。うん、履いててセクシーだからっていうことだね。あ、そういう意味の、そういう意味ホットになっちゃうよっていう意味なんだ。これでホットになるだろみたいなことなの？ポッポしちゃうってこと？ポッポ、ポッポパンツ。ポッポパンツだ。へえ、そうなの？あ、まあ、なんか暑いからとかじゃないのか、暑い時になんかとかじゃないのか。そう、本当かな？どうなんでしょうね。日本でしか言わない？日本でしか言わないんじゃない？ホットパンツ。ホットパンツ。ちょっと言わなそうだよね。言わなそう。確かに言わなそう。日本のちょっと昔の言い方っていう感じがするけど。うん、ホットパンツ。へえ、そうなのかな。あら、セクシーですね。ホットパンツって言われたけども、すごいセクシーなの出てくるな。いや、だってもう、ギリギリのやつでしょ？ギリギリポッポしまうわ、これ。あ、じゃあ、ポッポパンツだ。ポッポパンツだな。うん、ポッポパンツでもいいわけだね、そしたらね。そうだね、うん、その理屈でいけば、その理屈で言えばね、うん、へえ、だそうですと。はい、続きまして、確かに下ネタ多いな今日。いや、なんか多いよね。多いよ。あのね、見てても多かったっすよ。うん、見てても多いし、まあ選んだのも、うん、うん、選んだ人、そうだね。うん、君たち、続きまして、しょうがない、イモリンさん、男性の方、はい、くだらないおもみちゃん紹介します。はい、はい、重たいものを持った時に使うせーのという掛け声ですが、うん、これはイタリア語でチブサという意味らしいです。止まんねえな、止まんねえな、止まんねえよ、止まんねえな、止まんねえ。なのでイタリア人は日本人が重たいものを持ち上げるときに大きな声でおっぱいと叫んでいるように捉えられているそうです。あ、へえ。そういえばあれだよね、名誉ドンさんもあれつぶやいてたけど、うんうん、なんだっけ、イタリア、イギリス、うん、あのなんか、チンポだっけ、なんか言ってた、チンポって言ってた、役職、役職、あー、王子の、王子の企業の役職名がなんかチンポね、うん、ロイヤル、ロイヤルチンポね、ロイヤルロイヤルチンポか。うん、あれなんか日本だとこういう意味なんだよみたいの向こうでもなんか言ってたりするらしいね。うんうん、そうなんだ、もう、うん、王子やめておけって思うけどな。いやー、笑っちゃった、トレンド入ってるからさ、何かなと思って。ああ、うん、そうね、ロイヤルチンポは笑っちゃう。ロイヤルチンポはちょっと語呂も良すぎるし、くだらなすぎる、くだらなすぎて、マジこれで盛り上がってんだと思ってさ。そうだね、うん、笑っちゃったんだ。だからテレビだとちょっと隠してたわ、その言い方。まあさすがに、まあさすがにね、チンポとは書けないし。発音はでも実際はどうなの、ロイヤルチンポって言うわけじゃないでしょ。いや、どうなんでしょうね。なんかもっと正式な略し方があんのかな、発音が。でも向こうだとまあ普通じゃん、うん、いや、まあもちろんチンポっていうのが、ね、まあ、男性器を表してはいないと思うから、うん、そうだって俺らの性のもそういうことだもんね。そう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 、その発言があった後に日本で盛り上がってるぞみたいなやつが海外でニュースになってたんだよね。あ、うん、逆輸入だ、逆に、うん、
なるほどね。続きまして、はい、ガイア君、30歳の方、うん、はい、お三方こんばんは。はい、こんばんは。最近に仕入れた豆知識です。んん、ゴリラは B 型しかいないのは割と知られていると思いますが、ゴリラ、ゴリラの血液型は B 型だけっていうね。そうなんだ。なんか聞いたことあるわ。俺もなんかあるな。逆に一番血液型が多い動物は、うん、牛で、うん、血液型の種類は300種類以上もあるそうです。めちゃあるじゃん。そんなにあるんだ。そんなに違うんだ。牛に対して血液型占いができる人がいれば本物かもしれませんね。なるほどね。確かに。マジか。あと牛は人間が食べなければ20年ぐらい生きるそうですって。牛って20年生きるんだ。そんなの。結構長生きだね。結構長生きだ。うん。300種類はすごいな。すごいね。ほぼ一致しないじゃんね。じゃあね。一致しないね。輸血とかあんましないのか、ね、するのか分かんないけど。無理だね。無理だね。この血液型の人って無理なんだな。いないよ。うん。うん、続きまして。はい。シャーショーサ、シャショーさん、シシュさんだ。女性の方。難しい。女性。うん。最初の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私の夫は航空自衛官なのですが、かっこよ、今回は夫に聞いた自衛隊のお豆ちゃんをご紹介いたします、うん、皆さんは航空自衛隊の名称が変わるかもしれないことをご存知でしょうか。いや、へえ、知らない。その名も航空宇宙自衛隊です。え、宇宙入った。宇宙が入るの。サイバー攻撃という脅威が増えてきた昨今、人工衛星などの宇宙の監視も必要になった結果、名称の見直しが検討なされているとのことだ。ああ、航空だけだと宇宙は守ってないんですかって言われちゃったりするから。宇宙規模で行こうぜってこと。宇宙も守ってますっていうので航空宇宙自衛隊。じゃあもう宇宙自衛隊でよくない？航空抜いて。あ、でもそうすると行き過ぎてるんじゃない？行き過ぎなのかな。宇宙がメインですかって言われちゃう、うん、なんか地球のことはじゃあ何もしないんですかみたいな。クソリプ、クソリプが来るね。クソリプが来る。そんなそんなことよりクソリプ来る。何やってるんですかみたいになる。アットマーク宇宙自衛隊にクソリプが来る。そう、来る。そう。だからじゃあ両方だろうみたいな。両方混ぜとけばまあいいかってことか。うん。すでに昨年の5月から宇宙作戦隊という部隊も発足されたり、うん、政府が公式に UFO に遭遇した際の対応マニュアルを発行したりと本気度が伺えます。ああ、そういうとこもちゃんとなんだね。これからのことを考えれば考えるほどロマンが広がりますか。もし皆さんが名称を決められるなら何にしますか。あ、まあ確かにコメントだけどウルトラマン感がすごいよね。宇宙なんとか隊とか。確かにね。航空宇宙自衛隊なんかでもちょっとまあどうなのかな。そんなかっこよくはないけど航空宇宙自衛隊かっこよさはいいのかな。航空宇宙自衛、宇宙っていう言葉がちょっとアホっぽいんだな。わかるわかる。宇宙って入ると途端なんかなんかアホっぽい、ね、なんでだろうな。宇宙ってやっぱなんか広くてなんか黒いとかそういうバカっぽく感じちゃうんだよな。なんだろうね。なんかまだ近場に感じないよね。そうそうそう、多分そうだね。現実味がなさすぎて、うん、宇宙って言われるとなんか ね、その文字入れちゃうのぐらいのなんかちょっと感じになっちゃう、うん、なっちゃうのかな。うん、でもすごいことだよね。宇宙もプラスで見ていきますよっていうのは。いや、すごいことだよ、うんうん、なんか成層圏防衛隊とかにしたらかっこいいね。ちょっとあ、そこまでを守るんだみたいな。防衛隊でもそうするともう地球規模になっちゃうか、国超えるからダメかな。そうだ、確かにね。まあ難しい、難しいね、うん、航空宇宙自衛隊。まあまあまあ名称でもそれだったらそれでまあいいけどな、うん、どうなるんでしょうね。実際なんか本当に変わったりするのかな、分かんないけど。どうなんだろう。でもやっぱ科学の発展でやることすごい変わるから大変だね。変わりますよね、うん。サイバー攻撃にも備えなきゃいけないんだ。まあそうね、そうなのかもしれんけど、インテリというか、なんていうか、もう体鍛えて頭脳鍛えてみたいな感じで超大変だね。うん、すごい。宇宙まで考えなきゃいけないんだ。ねえ、だって今もう人工衛星が
すごいあるんでしょ、俺も知らないけどさ。あまあまあまああるらしいですよ。ほぼ半分陰謀論ぐらいだけど、なんかもう自己演じゃなきゃなんでしょ、なんかいろんな企業が飛ばしてるんだろう。そうよ、なんか気づいたら飛ばしてるのよ、うん、流れ星のほとんどは人工衛星なんだろう。ゴミとかね、終わった。そう、そうだと大変だ、どうなってるんだ今分からん。うちなんか大気圏突入できる人間たち出てくるのかな。人間、大気圏突入人間ね。大気圏突入部隊として。もうロケットとかじゃなくてえ、それはそのまま、もうそのまま、どうなの、もうは裸？いやいや、それも人間としてすごいけど、まあなんか専用のスーツ着て、あ、でもなんか宇宙服じゃないけど、うん、そういうちょっとしたスーツって、もう本当アイアンマンじゃないけど、そうそう、うん、アイアンマンでもだってダメだったじゃない。アイアンマンはダメだったんだっけ。アイアンマンも確かになんか途中でカチカチになっちゃってたね。そっか、うん、ガンダムも最初めっちゃ大変だったからな、降りるの。まあ確かにな、そうなんだ、うん、ガンダムでさえダメなんだ。そう、ザクは大気圏で燃えちゃうの。うん、燃えちゃう、燃えちゃう。そうなの。ショサーって言って燃えてた。今ガンダム来て、ショサー。今って言って。今のはスレンダー、スレンダーじゃねえな。誰か。デニムか。ザクの中の人。誰かが。そう。そうだよね。なんかガンダムもさ分かれてるよね。あのモビルスーツでも、あの地上と宇宙行けるやつと、そうそうそう、地上だけで活動できるのと宇宙で活動できるのと、あと両方でいけるの。そう、ガンダムは本当すごいから両方いけるのよ。うんうんうん。でも本来は無理なんだよね。そうなんだ。地上用の重力で作られてるのは宇宙だとうまく動かせないっていうシーンがあったりする。あれ、それさ、うん、ガンダムのゲーム、鉄道さんがさ、うんうんうん、やってた、うん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 、ガンダムのゲームでも、うん、この機体宇宙じゃあんまり動けないよみたいな、なかった？あった気がする、あった気がする。そう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 。あ、あれはもう地上用にカスタマイズされてるから。なるほど。宇宙じゃ無理なのよ。なんでこんな動けねえんだと思ったら。そう、細かい。そういうことか。ちゃんとあるのか。あるあるある。あるんだよな。面白いよね。うん。だから今は宇宙だけだけど、まあ、だからドンさんの言うようになんかね、なんかしたらもうそのまま人が、そのまま人が行けるようになるみたいな。なるんじゃねえかな。なる。時期もそのうち来るかもしれんな。知れないね。実際どうなの、その月の旅行とかさ。はいはいはい、うん、ちょっと前になんか話題だったじゃない。なってましたね。なったね、うん、前澤さんがうんぬんみたいなのさ、うんうん、あれってどうなったの、あれ行ったの、行ってないよねまだね。この前ロケット爆発したよね。なんか話題になってたね、うん、マジかよ。なんか自動でこう降りるんだけど、なんかそのタイミングで爆発してたんじゃなかったっけ、うん、あ、じゃあまだ2回テスト飛行して2回とも爆発してるような気がする。もう 100% いけないじゃん。そうだね、まだだから行ってはないよね。むずいんだじゃあやっぱり。むずいんだろうね。でしょうな。そうだよな。じゃあ結局うちらが元気な間には難しいのかな。どうでしょうね。もうあと数十年したらもうちょっとマシになるのかな。でも高くていけないよ。うん、でもあのなんかホリエモンさんとかも頑張ってるから確か。ああ、ロケット作ってるよね。かなり昔からね。うん。でもなんかあんまりいい話は聞いてないけど。そうだね。なんかうまくはいってなさそうな感じではあるけど。うん。そっか。宇宙には行けないかよ我々は。まあでもやっぱね、研究中真っ只中って感じだからね。まあやっぱ失敗込みでどんどんやっぱこう安定してっていけるようにはなるんだろうね。なるほどな。まあこれ今後の期待して待ちましょうってことか。そうですね。じゃあ次ぐらいでラストにしとこうかな。はいはい、なっちゃんさん、女性の方。なっちゃん、お三方こんばんは。こんばんは。こんばんは。お三方は、お夕飯時外を歩いたりしてると、あ、カレーの匂いだ、どこかのお家は今日カレーを食べるんだな、なんて思ったことありませんか。ある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 、ある。ここでちょっとしたおまみちゃんなんですが、カレーなどの匂いの強い食べ物やラベンダー、ローズといった有名な香りはなんとなくこんな匂いとなど覚えてると思います。うん、あ、うんうん、確かに匂い分かる、なんか、うんうん、あ、分かる分かるね、分かる分かる。人間の鼻はなんと5万種類の匂いを記憶できるそうです。5万種類、結構だね。俺そんなに記憶できてんのかな。
5万、5万も匂い嗅いでるかな、分からん、でも分からん分からん、分からん、でもいや無理な気がするな、あのなんか香水とかさ、テッドさんも前言ってたけどさ、柔軟剤とかさ、匂いね、覚えられなくない？そうだね、ドルチェ&ガッバーナの香水の匂いぐらいしか俺も覚えられてないわ俺も全然それでしか覚えない、嗅いだこともねえよ多分、嗅いだことねえか、そして匂いつながりでもう一つ、香水の専門店などに行くとコーヒー豆が置いてあったりします。あ、そうなんだ、その専門店に行ったことがないけど、コーヒー豆が置いてあるんだ、ほう、何種類もの香水の香りを続けて嗅いでると鼻がバカになるので消臭効果のあるコーヒー豆を嗅いで鼻を休ませるそうです。あ、やっぱバカになっちゃうんだね、そうなんだ、だから柔軟剤とか何回も嗅いでるともう最初のバカになっちゃうんだね、バカになっちゃうんだね、もうそうだね、家庭用消臭剤の定番である活性炭と同じ多孔質構造で匂いを吸収するらしい、へえ、そうなんだ、お三方も鼻がバカになりそうなぐらい強烈な匂いを嗅いだときはコーヒー豆に鼻を突っ込んでくださいって。あ、そうなんだ、へえ、コーヒー豆でリセット、コーヒー豆か、それは知らなかったなということでいろいろ送っていただきありがとうございました。なんか結局ためになった、割とためになったぞ、いや割とためになったけど、まあ、半々だったな、そうですね、チンチンのあれはちょっと分かんなかったけど、チンチンの話だったな、そう、半分チンチンの話だった、ためになんないのが全部チンチンだったよね多分、そうだね、おそらくそうだね、チンチン系はまあ今後も使うことはない、1個おっぱいがあったからか、1個おっぱいだったか、松ぼっくりもまあでも言えるけどね、まあまあ確かに、ね、あれふぐりなんすよって言える、どこで言うのそうだね、やっぱそうだね、そうか、やっぱ、なんか好きな人とデートしててさ、松の木があって、あ、見てふぐりだよって言えないよねそれ言えないよね、だからだ、あれだ、ここでしか言わないんだな、そうよ、だから言う場所がなかなかないよね、そうなんだ、だからここでだけなんだろう多分な、多分ね、なるほどね、そういうことだったんだ、そういうことだったんだね、では普通のお便りもいくつか紹介させてもらいましょう、お願いします、オフィスレディーヘブレケさん、男性の方、はいはい、ドンさん、ペザテトさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、初メールです、質問なのですが、お三方は雑談の収録の際お互いの顔見えているのでしょうか、過去の雑談などを聞き返しているときエピソードを話すのに口頭では理解ができない状況をお三方は理解しているということが何度かあったため気になりました、どうなんでしょう、前はしてましたね、一時期、顔を見合わせながらやってた時期はあったから、あったね、そんなに長くないと思うけど、1ヶ月2ヶ月とかじゃなかった、多分2015年頃かな多分、それ以外は顔を見てないね、その時ってしかも雑談短かったんじゃないの、30分ぐらいのなんか取りだめてやつでな気がするわ、そうだと思う、確か、でもないかな、短く、やっぱ集まって撮るっていうのがなかなか時間合わせるの難しいねっていう風になって、そうだね、生放送もできないしね、そうだね、結局今のスタイルが一番まあ今のところ楽かなっていうのが落ち着いてるかな、楽だね、楽だから、あのイベントの時に顔合わせながらやるとちょっと違和感が出るんだな、そうだね、見ながら、まああれはあれで面白いけどね、そうだね、これはこれでまあ楽は楽かな、そうだね、続きましてダオさん、男性の方、ダオ、はい、ドンサンペサテッドさん、こんにちは、ダオ、ネット機器に強いであるお三方に質問があり、お便りを送らせていただきました、はい、私は日頃からトレーディングカードゲーム遊戯王やデュエルマスターズなどを趣味としてやっているのですが、緊急事態宣言で面と向かって遊ぶカードゲームや大会がなくなり、なかなか対戦できずにもした、確かにそうだよね、カードゲームの大会なんてもうほんと顔つき合わせて喋りながらやるもんね、だからなのか、そんな折私がいつも見ている配信者の方が、ディスコードを使ったリモート対戦を行っていたので、それに参加しようと試してみました、へえ、なるほど、ほうほうほう、
幸いディスコードサーバーに入ることができ、対戦卓にも入ることができました。ディスコードっていうのはいわゆる音声通話ソフトね、今うちらも使ってるけど、はい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 、うん、しかしディスコードの使い方がよく分からず、うん、映ったのは、髪を切りに行けていない私のおでこ、うん、要は内カメのカメラで映っちゃったってことか。ああ、うん、携帯のとか、携帯とかなのかな、かな、内カメになっていたってことは携帯かな、かな、うん、携帯のアプリでもディスコードあるから、まああとはまあ MacBook、まあ、PC でもね、なんか MacBook とかか、おでことかだとひょっとしたらPC のモニターの上にピョコンってついてるのがなんかあったのかもしんないけど、おでこだけ映って、おまけにそのまま操作が分からず、ごめんなさい使い方が分からないので出直してきますと言い残し、結局対戦はできませんでした。あら、20代にして顔から火が出るほど恥ずかしい思いをし、うん、配信を見に行くのも少し恥ずかしいです。まあ配信されてたんだね、はいはいはい、それが、配信などでインターネットツールを使いこなしておられるお三方は、新しい対人用のツール、ディスコードや最近でいうとクラブハウスなど、どのようになれましたか。ディスコード等のディスコード練習などをする友人が身近におらず困っております。あ、なるほど、なるほどね。うーん、映像か、ビデオ通話は多分俺まだまだ慣れてないと思うな。俺もそんなに慣れてないかな。俺あのなんだっけ、リモート飲み会とかでちょこちょこ使うようになったけど、でもその時やっぱ何でその自分を映そうかなって思って、やっぱ調べたね。普通にウェブカメラでもいいんだけど、その時持ってたやつが使えるか分かんなかったから、なんかもっと簡単にできないのかなって、なんかで一回話したよね確か。話した、なんかアプリで携帯で、携帯をウェブカメラにすることができるアプリがあって、うん、はいはいはい、IV カムみたいな名前だったと思うんだけど、うん、そのアプリを、携帯にも入れてパソコンにも両方入れて、で同時に起動すると、まあ、お互い認識して携帯の方をカメラにすることができるみたいなやつなんだけど、だそういうのはやっぱ調べたね。そうね、だからまあ多少知識があるから、まあこういうことかなっていうのでまあ分かるっていう。そうだね、慣れみたいなところは絶対あるよね、うん、そうね。なんか大体どのソフトでもなんかテストみたいな設定画面みたいのでテスト、うんうん、一応そうだね、設定画面にビデオがあるから、うんうん、それでどういう映りをするのかっていうのは確認最初できるから ね、 ね、できるね。でもやっぱいきなりよりはあのやってこうアテストとかちゃんとやってからやる方がいいとは思う、うん、こういうの大体はテストできるはずだから多分、うん、カメラ関係は特にディスコードは特にできるもんね。ディスコードできる、できると思う。うん、なんかちょっとだから分かんない言葉があったら調べながらやると、多分ディスコだったら結構分かりやすく教えてくれるサイトいっぱいあると思うから、うん、そういうのでやったらいいんじゃねえかな。あとはもうカメラか、あでもカメラはある必要な配信なのかもしんないからちょっと分かんないけど、うんうん、まあカメラ怖いよね。でもね、まあカメラは怖い、カメラ怖いよね。俺も一回やってるからな、 MacBook でなんか MacBook で鼻のところそう鼻マジで焦ったよあれは本当に寝起きみたいな感じの、インカメはマジで危ない。あ、いやあのね、それと同じ状況なんだろうね多分ね、あれインカメになってたみたいな、うん、カメだって本当寝起きみたいな感じでさ、 T シャツに俺しかも下がパンツでさ、で、うん、メガネかけてるんだけど、メガネのその跡がつくのが嫌だからって言って、メガネ跡が嫌だからって言ってティッシュを挟んでる状態でさ、間違ってその配信開始をしちゃって、まさかその MacBook の方でインカメが使われてると思わず、バッチリカメラで配信開始して、もうすごい動かしたもん俺、そのカメラついてる部分、その MacBook だったからなんだ、蓋と画面が一緒になってるじゃんね。そうだね、そうだね、ディスプレイと一体だよね、ほぼ。そこをすんごいグワングワンさせたもんかどうしたらいいか分かんなくてあーまずい始まったっつって怖そうなっちゃった、うん、多分この人もそうなっちゃって、すいませんっつって切ったみたいなことになるね、うんうんうん、あなるほどなるほど。
ったわあれ本当に。やっぱちょっと注意が必要だねカメラはね。あれは怖いですね。カメラはね、カメラはマジで注意ですね。もうシール貼っちゃうわ俺。そうだね、とりあえずシール貼っとくのがいいと思う。それ大正解だと思います本当に。使わないカメラにはシール貼る、うん、大事です、ね、マジで必要だねそれは。うん、続きまして、はいはい、ステラー重道さん、最初の皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。占い歴約10年の新米占い師です。うん。10年で新米。うん。以前鉄道さんのお誕生日雑談会の時に投稿を読んでいただきました。その説はどうもありがとうございました。占ってくれた人かな。前回、うん、前々回かなの雑談でラッキーアイテム空気ってどういうことだよという話題。うん。と。うんうん、テレビの占いのあれって本当に毎日占ってるのかなというお題が出てたので、少し長くなりますが私の知ってる部分についてお話したいと思います。あら、うん、嬉しい。業界の方からね、うん、まずラッキーアイテムについて、うん、以前仕事の原稿書きで星座別のラッキーアイテムを必ず入れなければならないというものがありました。うん、あるんだ。ラッキーアイテムの箇所があったんだね、うん、書かなきゃいけない。例えばペイさんは6月18日生まれの双子座なので、うん、そうです、双子座っぽいもの、双子座の長所を伸ばせそうなものをラッキーアイテムとして書くことが私は多かった。あ、双子座の長所を伸ばせそうなものっていうのはなんか占いで出てくるのか。出てくるんだな。うん、分度器とかそういうのが出てくるのかな、なんか占いの結果で。何なのかな、分度器、ね、分度器きついな。そして双子座は火、土、風、水の中の風の性質を持つ星座なので、うん、そうなんだ。あら、そうなんだ。風はラッキーアイテム空気のイメージになったのかもしれません。そういうこと。まあ、あくまでこの人の推測だけど、まあでもなんか近しいものだからね。あ、なるほどって思っちゃった。そう、占い師の人は風、風、風、なんか結構いろいろ使っちゃって、いろいろ風を前回、うん、前々回で、いやー空気ってなったのかな。一発空気にしちゃいますかみたいな。一回空気にしちゃいましょうみたいな感じ。なるほどね。さすがに空気はあれだと思いますが、風を感じさせる要素、自由、風通しの良さ、固まらずに広がっていく性質、柔軟さなどといった観点から発想し、例えばスマートフォン、固定電話と違って持ち運びできる、誰とでもいつでもコミュニケーションが取れる、意見を発信していけるっていうので風のイメージを持たせる。わ、もう無限大じゃん。むず携帯音楽プレイヤー USB といった具合にラッキーアイテムを選んでいました。これは平たく言うと連想ゲームです。いや、そうだよね。抽象的なイメージや言葉からどれだけ具体的な生活に密着したものを挙げられるか。あ、大変なんだね。じゃあ結局のところは、うん、この意見で言うとそうだね、結局のところ風、もう毎日風なんだ。毎日風よ。なるほどね。いや、そうか、ラッキーアイテムだから別に順位とか関係なく、うん、いつもいつだってそうなんじゃない。今日だけじゃないよってことだ。じゃあじゃな、なんじゃないのかな、この人のこの書き方だと。そうだね、もちろん他のやり方があるのかもしれないけど。なるほどなるほど、うん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 、なるほどね。そうなんだ。毎週毎週ラッキーアイテムを書くにあたり、そうは言ってもそんなに物の名前が浮かぶわけではないので、うん、常に、例えばアマゾンとか楽天の通販サイトやファッション雑誌を見て、こんな商品があるんだとラッキーアイテムに書けそうなものを探していた記憶があります。なあ、へー、書く側も大変なんだね。じゃあね、大変それだわ。そうなんだ。むずいなそれね。男の人も読むかもしれないのに、ラッキーアイテムリボンっていうのもなとか、その日一日をラッキーに過ごすためのアイテムなのに、ステーキとか麻婆豆腐もなっていうのも、いや、あるよそういうの、そういうのあるある、マジで。え、じゃあ今度からはラッキーアイテム、じゃあ双子座はもう基本的に風属性だから、なんか連想できるん、あ、これだからこういう感じだからのかもしれないね。ちょっと可能性はある。まあ、この人が言う、この人はそうだだけの話ね、今のとこね。俺もどうやら風らしいよ。あ、そうなの？そうなの？水亀座なのに。水亀だけど風。水亀なのに風。水が出てるわけじゃない。風が出てるの。風が出てるらしい。風なのよ結局。へえ。
なるほどね。次に毎日のねテレビの占いって本当にちゃんと占ってるのという件についてですが、うん、テレビに出るくらいの有名な方はどうかは分かりませんが、ネットなどで〇〇先生監修となっている場合は、その先生ご本人が占っている場合もあれば、弟子の先生のお弟子さんが占っているかもしれません。あくまでも監修みたいな。なるほどね、うん、監修だからと。そうか、間違ってはないか、うん、私自身は経験ありませんが、占い師が例えばラッキーアイテム空気のイメージでと指定して、その後占いライターさんが空気っぽいものを探して書くといったこともあると思います。占いライター、占いライターがいるの？占い師さんと占いライターがいる。なるほどな。媒体によってはそういう可能性もあるのか。違うな。毎日の運勢となると月の配置で運勢を見ているのかなとも思います、うんうん、他の惑星と違い月は動く速度、動きが速く、おおむね28日をワンサイクルとして動いているので、その日の月の位置とそれぞれの星座の配置等を出して運勢を見ているのではないかなと思っています。あ、新米占い師としてお話しさせていただきました。もっとベテランの方からしたら違えよってこともあるかもしれませんので、あくまでも参考程度に聞いていただけたら幸いです、うん、なるほど、まあ、こうやってなんか内情を言ってくれてるけど、この人自身も占い師の方だからね、10年やってる方だから、そうだね、やっぱ占いっていうものの力はこの人は信じているわけだし、すごいな、占いというものがもうね、いい、いいものであると思っているわけだね。なるほどね。まあ、だから当てになるようなものもあればならないのもあるのかもしれないと、ちょっと複雑な感じですね。うん、その辺はだから自分自身で判断するしかないっていうことだね。まあそうだよね、そういうもんだなとは思う。続きまして、はい、はいはい、変なエビさん、どうぞ、ペサテトさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お三方、特にテトさんにご報告したいことがあり、今回お便りくれました。おう、ほうほうほう。私は昨年新卒で入った会社を退社し、続く前職もコロナ禍の影響で辞めざるを得なくなり、今現在無職です。うん、ほら、うん、どちらの職場でも自分に聞こえるところで出来の悪さを愚痴られたり、繰り返し叱責され、自分はやはりダメなやつなんだと元々ない自信をさらに失っていました。うん、このままではいけないと思いつつ、しばらく三人称の動画を見て元気をもらっては絵を描くという日々を続けてみました。お、なるほど、なるほど。そんなある日、先日の雑談放送342回で鉄道さんが、20代の引きこもっている頃に配られたカードで勝負するしかないというスヌーピーの名言だねを聞いて、今は俺によるカードは何なんだろうなと考えるようになったという話をされていました。はい、うん、常日頃から、鉄道さんに熱いリスペクトの眼差しを送っている私は、おい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 、それを聞き、私も持ってないことを嘆くくらいなら手持ちのカードがどんなものか把握してみたいなと思い、趣味で書いていた漫画を新人賞に応募してみました。おうん、プロの編集者の方から何か好評もらえればと思ったのですが、なんと賞をいただき、あら、雑誌掲載と担当編集の方が担当についてくださることが決まりました。あららら、らすごそんなすご、自分の作品がお金をいただくに足るものだと思ってもいなかったので、一歩踏み出してみようと思ったのは、今まで趣味でネットに上げていた漫画を読んでくださった方々と、皆さんのおかげになります。今後身を立てていけるかどうかは全く分かりませんが、感謝の気持ちをお伝えしようと思いました。ありがとうございます。なるほど。すごい。だってよ、すごいね。すごいわ。やってみるもんだな。ね、変えちゃったな、鉄道さんが。行動が大事なんですな。スヌーピーだけどな、どちらかというと。スヌーピーが変えたな。スヌーピーと鉄道さんすげえやな。そうですか。よかったですね。でもね、まあ、これから大変かもしれないけど、頑張ってほしいですね。うん。うん、で有名になった暁には三人称さん見てますって。そうだね。あ、いいですね。どこかに書いてもらって。そう、後ろに書いてもらって。書いて。そう。何ページにみたいな一言みたいなとこで書いてもらえれば。書いてもらえればありがたいですね。ではこんな時間か。まだまだだな。もうちょっとじゃあお便り読みましょう。はい。はい。夢見るバレリーナさん、女性の方。はい。はい。三人称皆さん、ご無沙汰してます。ます。以前、バレエでドイツ留学が決まったと報告させていただいたものです。おう。おう。うんうんうん。近況になりますが、ご報告させていただきます。うんうんうん。うん、
留学、これってあれかな、あのバレエの先生が三人称見てたって人かな、うん、なんかお師匠さんみたいな、言ってましたね、はいはいはい、だよね多分そうだ、うん、留学が決まり忙しく動き回る中コロナが大流行、私が行くバレエ学校から早めの渡航をお願いされ、卒業式を待たず2月にドイツに無事渡航できました。あらら、ああ去年の2月ってことかな、なるほど、今年かな、今年か去年か分かんない、今年じゃない、今年か、しかしコロナの大流行により通うはずだった語学の学校が閉鎖、あら、まあね、バレエ学校も閉鎖、あららららら、卒業予定の人もロックダウンや渡航禁止により寮から出ていけず、うん、私は学校側が用意してくれたホテルに半年ほど滞在することになりました。半年、半年、マジか、レッスンもろくにできずに悩んでいた時、私のバレエの神様、この人があれかな、三人称知ってる人かな、うん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 、その人のところに行くって決めたんだよね確かね、うんうんうん、そんな話だった気がする、うんうん、そうだね、その方が声をかけてくれました。内容は彼女の使うスタジオの無料開放でした。やっすごいね、なるほど、うん、練習場所のない留学生を対象にスタジオを無料開放してくれることになり、学校が正常に始まるまでそのスタジオでレッスンをすることになりました、うん、いいですね、いいですね、すごいな、ドイツといえばクリスマスマーケットが有名で、へえ、クリスマスマーケット、クリスマスマーケットって何ぞや、何クリスマスのマーケット、マーケット、マーケットそれ以外のバカ丸出しのクリスマスになんかこう賑やかになるみたいなこと、表参道みたいなこと、クリスマーケットイン横浜赤レンガ倉庫、クリスマーケット、クリスマーケット、クリスマスマーケットイン横浜、ま、赤レンガ倉庫、あやりやってそう、赤レンガ、赤レンガ、そうでもそういうのやってんだ、あなんか、まあ、確かにドイツっぽいな、本場ドイツのクリスマスマーケット今年も再現って書いてあるから、多分じゃあそれだ、それだわ、クリスマスグッズが買える屋台が並ぶんだそうです。クリスマスグッズって何、トナカイの被り物とか、うん、ツリーとか長靴とか、あと、あー長靴、セーター、セーター、靴下、手編みのね、あの緑と赤のやつ、そう、あー、雪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 を買うの、スノードームとかじゃなくて雪、うん、雪を買うの、うん、クリスマス、あいいね。そうなんだ、ドイツとかも結構そういうクリスマスとかってお祝いするのか、暑いんだね、ウインナー出るでしょ、ウインナー、ドイツのね、ドイツね、そうだね、ウインナーいっぱい出てくる、シャウエッセンね、ああソーセージが出てくる、太いソーセージが、太いソーセージいっぱい出てくるな、いいぞ、あとビールね、ビール、ワインとかも出てくるね、でかいジョッキでね、そう樽だ樽、うん、まあそれが有名なんですが、うん、今シーズンはクリスマスマーケットも開催されずと、おなるほど、なるほど、しかし、バレエの神様、その人が留学生を集めてささやかではありましたがクリスマスパーティー開いてくれました、はあ、おいいね、今年になって学校も正常に再開されたして毎日忙しくしております、あ、うん、なるほど、今年ようやくちょっとずつって感じか、日本語ホームシックになるときはいつもサニシオさんの動画を見ながら笑わせてもらっています、ありがとうございます、レッスンで会うその神様のような方とは、うん、お三方の話で盛り上がることができ毎日楽しくしております、本当にありがとうございました、だって嬉しい、そっか、でも海外だと大変だろうけどね、なんか日本よりもわーわーわーなってるところもいっぱいあったからさ、ね、大変だと思いますよ、ね、大変だと思うし、なんか場所によってはなんかアジア人だ差別だみたいなのあったりもするみたいな話もニュースで言いましたけど、うん、大変だと思うけど頑張ってほしいですね、そうだね、こんな状況なんですかね、ドイツのあんまり入ってこないねお話は、確かにドイツ、ドイツって対策かなりすごいとこだっけ、あれドイツだっけな、ドイツそうかな、どうだろう、封じ込めに成功したみたいな、なんか医療の方でもうなんかきっちり対策してたみたいな、なんかニュース見たような気がする、ドイツだっけな、どこだっけな、どうだろう、うまくいってればいいけどね、ねえ、うんうん、まあまあまあちょっとゆっくりだとは思うけど頑張ってくださいと、そうですな、そうですね、
ではそうね、他に何か読めるのあるかな。はい、牛乳プリコ30歳の方、トサペサテトサこんばんは。こんばんは。テトさんのお父さんとお友達になりたい野鳥好きの牛乳プリコです。おお、うん、写真撮りもね出るからね。言ってますね。私は今造園会社に勤めており。造園会社？造園、園を作ると書いて造園だな。あ、造園。公園とかそういうことなのか。に庭、庭は違う。庭、庭、まあでも庭も、な、どうなの？すごいところは。会社には実習生のベトナムの人が3人います。おう、おう。昨日、そのうちの一人に告白をされました。あら。おう。しかも他のベトナムの方2人とアルバイトの女の子3人の前での公開告白で、うん、私はパニックになってしまい、うん、とりあえず人前では恥ずかしいと答えを保留にしました。うん。日本語は片言でなかなかコミュニケーションが取れず、私自身ベトナムに渡ると考えたことはありません。うんうん。しかし心の中で一つ引っかかっているのは、もし彼が日本人だったらきっとイエスと言っていただろうなということです。ああ。なるほど。私は人種で彼を振ろうと思っているんだなどと考えると、これでいいのかと自問自答で煮詰まってしまいました。うんうん、彼は今年の8月で実習期間を終えてベトナムへ帰ることになっています。うん。例えば鉄道さんはもし内面はいいなと思っているロシア人女性に告白されたら交際を考えますか？やはり8月に帰ってしまうと考えると中途半端な返事は良くないでしょうか？お力添えよろしくお願いします。まあでも人種云々は置いといて超遠距離になるってことでしょ。まあそうですね。結局、まあ、それは大変だろうかと思うが、うん、思うかな。そもそも大変よね。そうだね。そうね。ずっとね、まあその方も日本に住んでとかだったらまだなんかあるだろうけど、外国に行っちゃうとなるとちょっと話がちょっと違うような気がするけどな。そうね、その辺考えるとその、うん、人種とか国籍とかよりかは単純な距離、単純にね、そうそうそう、単純にまず距離遠っていう。だってそれこそこの方は日本人だとしても距離遠ってなるじゃん、うん、結局、ね、ベトナムに行くんだったら、うん、距離遠い。環境もだってね、仮にベトナム行きますになると環境変わるどころの騒ぎじゃないから。そうだね。うん、ね、なんか、うん、その辺も考えてなんじゃないの？うん、ああ、気持ちが多分なんだ、知ってそうなってる感じはあるよね。多分あんまりそこまで深くは。そうだね、その人自身もそうなんじゃない、うん、あんまり考えてない可能性もだ、うん、それこそ本当8月までっていう風な風に考えてる可能性だったらあるし、確かにタイムリミットね、帰るまでね、そうそう、うん、だから、うん、まあ、あんまりどうだろうな、うん、だからそこまででいいと思うなったらっていうのもあるだろうし、うん、うん、じゃないかな。そうね、多分っていう風にでも考えてないと多分ダメだと思う。うん。ベトナム、帰ってからも行けるよねっていうのはかなり甘い考えだけど。そうだね。現実結構厳しい。相手さんは相手さんでどういう考えなんだろうね。ね、いやだから8月で行くのに。わかんない。そこはわかんない。なんか2パターンあるよね。なんかね。そこまででいいと思ってるパターンと、一緒においでよってなってるパターンと、本気で本気でね、うん、なんで別にいいじゃんみたいな、なんか結構フランクに考えてる感じもあるかもしれないし、まあ、ちょっとわかんない、わかんないですねそこはね、まあ、ちょっと見えない部分が、そうだね、いや見えない部分ちょっと多すぎるからわかんないけど、ね、そうですね、うん、まあまあって感じかな、まあ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 って感じ、まあそこは、まあその辺も含めてってことだよね。そうそうそう、やっぱ距離とか、うん、
難しいような気はしますけどねっていう感じで、そうだね、それでも、うん、それでもどうしてもって思うんだったらっていうところじゃね、うん、要はそうだね、それを超える何かがあるんであれば全然、うん、いいと、うん、いいんじゃないでしょうかね。続きましてムツエラさん、女性の方。はい、はい、谷翔さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっとした悩みがあるのでメールしました。うん、それは休日の過ごし方です。私は今年社会人3年目を迎えますが、休日はほぼ何もせずに終わってしまいます。うん、会社に入りたての時は友人や会社の同期にお誘って遊びに行ったり、一人で行ってみたかった場所に行ってみたりと、そこそこ有意義な時間を過ごしていたのですが、うん、任される仕事が多くなるにつれ、そういったことが億劫になってしまいました、うん、まあまあ今の時期も時期あるしね。家にいてもずっと寝転がってスマホを見ているだけで、ひどい時は飼っているエビの水槽をぼーっと眺めているだけなんて時もあります。ああ、エビ飼ってるんだ、エビね。これで体が休まっているならそれでいいと思うんですが、例えばどうせならやってみたかったゲームをやるだとか、新しい趣味を始めるだとかしたいなとは思っていますが、なかなかと。皆様休日どのように過ごしていますか、うん、また本当は休日こんなことがしたいという願望があったりするのでしょうか。ああ、まあ、まあでも分かるな、休日もっと有意義に過ごしたいと思いつつなんかダラダラみたいな。でもさ、有意義ってさ、うん、もっと早く起きたいで、なんか散歩ぐらいしたいぐらいは思うけど、うんうん、結局やっぱぼーっと家でするのが一番その休日らしいというかさ、まあね、疲れを取る。まあまあでも人それぞれじゃない。でもその休みの時じゃないとできないことって結構あるから、それこそ本当どっかに出かけるなんて休みじゃないとできない、うん、できないし、例えば掃除してなかった部分の掃除とかも、うん、あ、家のこと、そう、家のことで、ね、結構出てくるから、前の日とかに、あ、明日そういえばあれ汚れてたからやろうとか思うんだけど、うん、いざ次の日起きてみるとなんか妙に体がだるく、そうね、ちょっと慣れないことしてるからね、そう、なんだかんだなんかぼーっと過ごしちゃうみたいな、そう、テレビ見続けちゃう、うん、別に休日って体を休める日っていう風な捉え方じゃなくて、仕事が休みの日って捉え方ももちろんあるわけです。そうそうそう、そうすると別に外に出てることがでいろいろ運動するんだって休日なわけで、うん、なるほどね、考え方次第だな。そうか、そういう捉え方もあるのか、うん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 、結構ね、ただなんかやっちゃうと次の日辛いけどね。そう、行く気になら休みたい、もう一日くれってな、そう、あ、なんか休んだ感ないなって思っちゃう派の人間だからさ。だからそっちがベースじゃん、多分うちら3人って、うん、何もしなくて休む、そうそう、いや本当それ、本当にぼーっとするのがベースだと、なんかスルー入れちゃうともう1日いるよねって、その後押しないから、もうそれ本当それ休みじゃないってことになっちゃう、休みじゃなくなるんだよね、もう、うん、だからやっぱそういう2日用意するべきだとは思う。いや、それなんかするのと何もしない。いや、それそれ、ね、そう、それができたら最高だと思う。最高ですね。最高だね。うん。うん、そうね。何かしたい。ね、いやー、まだお、いや、まあ家が見に行きたいなとか、どっか出かけたいなとは常に思ってる気がするな。いや、まあそうね。行動はしない、映さないけど。でなんか映画見るにも。うん、1本2時間3時間かかるじゃないですか。そうだね、そこもちょっと若干悩むのよ、うんうんうん、いや、まあまあそうよね、え、家で見るのでさえそうよ、そう、悩んじゃうのよ、だからやっぱ2日必要なんだよね、うん、1日はぼーっと映画を見る日そう1日は何もしない日そうあ、でも2日じゃちょっと満足できない時もあるんだよな、まあありますよね、うーん、ね、1日出て2日休めたら最高だけど休むね、それは許されんだろう、休許されない、それは許せめ、もう週休2日って考えるなら、まあ土日とかで済むよ、ただ、そうだよな、うん、3日あれば、3日はもう許される社会あんまない気がするな、そうだね、ないか3日休めるってなかなかだよ、実際は3日休みたいよね、わ、うん、かる、いや、ほんと理想ね、ほんとに、うん、何もしない日、でもさらにそれで理想を言っちゃうと、うんうん、3日連続じゃなくて間でね、1個入れたいって思うから、
2日行ってそう2日になっちゃうからペイさん理論だと、うん、結果何もできなくなっちゃうんだけどそうなんだよ連休じゃないのはね、うん、ダメなんだよ2日間入れたくなる、ね、で2日休みが続いてほしいなあーなるほどトン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 ね、うん、1週間の概念なくしてね一旦なくして一旦収録ぐらいの概念にしてもらってうん2日行って2日休み、うん、そうね別に会社でもうじゃあうちはその1週間とかじゃないからみたいなさ、うん2日来たら2日休んでいいを一生続けますって言われたらいい、ね、うん、なんか頑張れる気がするもんそれな、うん、でも俺昨日休みだったって言って出社した人さ、うん、その一日と明日休みだっていう一日って何もできない気がする確かにな月曜と金曜でしょ結局それって結局そうだわあやりたくねえって 思いながら過ごすのとあ明日何もねえっつって思いながら次にしようって仕事残すのでさあ一生仕事が終わんない気がするそうねでも逆は分かんねえな人に読んだかなどうなんだろう効率化しそうじゃないまあね確かに頑張れるっちゃ頑張れるかもね、うん、予定しっかり立ててやっていかないと、うん、休みのためだから結局そうそうそううんあそうななんだよねいや難しいよねいや難しいよね1日行って2日は絶対無理1日仕事して2日休んで1日2日だったらもう仕事多分行かなくなる行かないね行かないか2日休んだ後に1日行ってもう1回2日っていうのは、うん、いやもう無理この1日は行かない方がいいってなるか怠けるやっぱ、うん、ある程度連続で入ってるから人って働けるような気もそうだと思いますなんだろうねそう考えるとなんだろうなんだろう難しいねうん、うん、なるほどいろいろ考えさせられたわうん頑張ろうでは、最後にお豆ちゃんアップしておりましょう普通のまめちゃん、なんか、ね、そうテーマがお豆ちゃんどういうくだらないお豆ちゃんだったけど、うん、普通のお豆ちゃんのところに送ってくれた人がいたから、うんうんうん、あなるほどますそうお豆ちゃんとは皆さんが知っている豆知識を、教えてもらうというコーナーですが合ってるかどうか分かんないので気になった方は自分で調べてくださ はいお願いします酢豚さん男性の方のお豆ちゃんおうおう皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。349回の雑談でセーターってなんだみたいな話になりましたね。はいはいはい。なりました。あなんかなったね。なりましたね。セーターとニットとセーター。なんだっけ？ニット。ニットか。ここで一つセーターの名前の由来についておまみちゃんします。うん。うん。日本語におけるセーターの名前の由来はスポーツと関係があります。うん、おう。1891年アメリカ大リーグのアメフトの選手が冬場にたくさん汗をかいて減量するためにユニフォームを編み物で作ったそうです。ほう。そのユニフォームをスウェーターと呼んでいました。ん？何？そのユニフォームをスウェーターと呼んでいました。マジ？スウェット。スウェットは汗ね。うん。うん。で汗をかくためのものという意味でスウェーターと呼んでいました。スウェーター。スウェーター。スウェーター。カタカナではスウェッターって書いてあるけど、あスウェッターね、おそらく発音はスウェッター、うん、めっちゃスウェッター、うんうん、それが日本に伝わって編み物の上着をセーターという上になったというのです、いわゆるスウェットも汗をかくためのという意味語源はほぼ同じではないかと思います。あそういえばスウェットってあるね。スウェットありますね。スウェットってじゃあもう汗をかくものをもう汗かき用だ、うん、スウェットは、まあ、吸収してくれるとかってことなのかな。まあ汗まあ今あでも吸収する、吸収はしないねしないよね、あまりイメージはないですね、うん、汗かくと、うん、パジャマみたいな、パジャマそうだね、うん、パジャマ感強いけど、まあもう今となっては多分その意味元の意味とは失われてると思うけど、うん、うん、ちなみに実はスウェットのような衣類は11世紀頃のヨーロッパの漁師が起源、うん、漁師、漁師、ヨーロッパ11世紀、1000年ぐらい前と、もうめっちゃ昔だね、うん、いろいろあってスウェットのような防寒着の製法が伝わったのが、うん、イギリスのジャージー島、おお、運動着のジャージはこの島の名前が由来しているという説もあるとかない。あ、諸説、諸説タイプね。おしゃれだね。でもね、なるほど、セーターのような防寒着の製法が伝わったイギリスの島がジャージ、
うん、ほんとかい、諸説、諸説あり。ジャージ、ジャージ、セーターもスウェットもジャージも実はつながっていたんだよというそんなおもみちゃんでございます。なお、送ってくれた酢豚はデブなのでセーターがなくても汗をかけます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれだよね、 お弁当の人だよね、酢豚。あの駅弁の人だよね。駅弁の酢豚か。駅弁の酢豚だと思うよ、うん、駅弁の酢豚どんどん食べちゃう駅弁の酢豚でしょ、うん、だよね。駅弁の酢豚ってすごいね、なんか、うん、肩書きあいつは駅弁の酢豚、うんうん、だってよ。なるほどね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。というところで今週はこの辺にしておきましょう。はいはい。動画見てる方、下の方にあります番組説明、概要欄、すべてのお便りはこちらというところからメール送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。何かありますか？ありません。うーん、来週は、あ、そうだ、まあでも動画、動画的には大丈夫、動画的にはそうだね、うん、大丈夫です。わかりました。というわけで、マイクラ見てね、マイクラ見てちょ、あの赤髪のトモさんとコラボしたよって、うん、そういえば、そう、そう、全然その話してないわ。してなかったね。ああ、まあ有名な方ですからね。相当有名な方ですよ。めちゃくそ有名な人からお声掛けいただきまして、うん、最後になんか駆け足で言うような話でもねえんだけどな、うん、そうだな、そうだな、ね、まあ本当、いや、光栄ですよね、本当うちらね。びっくりしたね。いや、光栄ね。ずっと知ってる人だったから、ずっと知ってる、昔からずっと知ってる人、ね、ずっと知ってるだからなんか、マイクラやりませんかって声かけてもらえて、ね、なんで俺らなのって思ったもんね、最初。ちょっとね、嘘なのかなと思ったもん。いや、ほんと思ったね、騙されるのかなと思って。そう、まあ、基本的に結果騙されたんだけど。そうだね、騙されてはいる違う方向で騙されてはいたんだけど、ね、いや、まあ、動画すげー考えてくれてたんだよね。ね、すっごいなんか細部まで考えてもらえてなんか嬉しかったわ。そうだね、うん。まあ、動画上がって1個上がってもう1個なんかおまけみたいなのが上がる、そのうち上がると思うので、まあよかったら見てやってくださいな、うん、よろしくお願いします。いや、本当にあのうちのその動画、うん、僕ら視点を見た後にトモさんの方見ると、うん、あ、こんな感じだったんだって多分2度楽しめるんで、うん、そうだね、うん、よろしくお願いします。まあまあよろしくお願いします。まあ、でもコラボということでね、その、まあ、向こうさんにはあまり迷惑をかけないようにということ。そうだね、お伝えしておきます、うんうん、はい、はい、というわけで三人称雑談第、350回以上となります。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。